まあバカリズムさんが脚本を書いていただいてやってるスムスムっていう、うん、はいはい、ドラマ、コントドラマというか、うんうんうん、なんて言うんだろう、 ああいうのは、うん、ドラマだ、うんうんうん、やってて、まあ水川あさみさんとか、うん、二階堂ふみさんとか、うん、で、増野さんの、うん、まあ、作業場に集まって起こることみたいなドラマで、うん、結構もうね、うん、何やってんだろうな、1年に1回とか、うん、何話とか、へへへ、もう5年前ぐらいからやってんのかな、下手したら、うん、それで、まあ、前も喋ったんだけど、うん、その、すごいんですよ、例えばスマホを一つ撮っても、うん、自分が今使っているスマホを写真撮って送ったら、うん、もう全く同じカバーとやつでやってたりとか、うん、あとなんだろうな、服がね、うんうん、その家でどんな服着てますかと、うんうん、なんてそれも写真撮って送って、それで俺NFL アメフトの、うん、テキサンズっていうとこのファンでっていう話、うんうん、この番組でしたと思うんですよ。はいはい。で、それは1年前か。前回、ちょうどね、テキサンズのファンを俺がね、辞、うんうん、めたんですよ。あ、それはなんでかっていうと、フロントがアホやからなんですよね。おー、エモやん。うん。おまあ、フロント、オーナーとか、うん、まあ、わかんない。それはニュース、向こうのニュースみたいな、ヘッドコーチが、主力のね、うん、本当にね、体張ってプレーしてる選手をね、うん、すごくね、なんかこう、うん、干したりだとかね、なんか、仲が悪くなって、っていうのでね、うん、ホプキンスっていう選手がね、うん、出ちゃった。はいはい。カーディナルスっていうチーム。うん。うんうんうん、で俺は、うん、そのテキサンズの本拠地のヒューストンまで一人旅で見に行ったりしてるんですよ、うんうん、試合を、ね、うん、もうちょっと前に、だからなんだろう、余計悲しいんですよ、 なるほど、なんで選手二人をねもう放出しちゃうんだって、何があったんだ、うん、全部はファンをやるっていう時期に、うん、スムスムを撮った時に、うん、俺がテキサンズグッズをもう泣く泣くですよ、うんうん、選手を出したから、うん、テキサンズが、うん、もうファンやめるって決めて、うんうんうん、テキサンズグッズをね、うん、泣く泣く捨てたんですよ、家にあるもの、はいはい、実際ね、全部ゴミ袋、うん、でその1週間後ぐらいに収録があったらね、うんうん、衣装にね、うん、テキサンズの T シャツがずらーっと並んでた、まあ一週間じゃねえ。ね、うん。っていうことがあったんです。うん、そう、更新はされないわ、ね。で、そこはもうね、何も言わないですよ、私は。うん、うん。カーディナルスっていうところに好きな選手が移ったから、うん、ファン変えたんですよ、とは言わない。うん。うんうんうん、で、テキサンズの、T シャツを着て、収録したんですよ、1年前に。うんうん、で、帰りに、うん、若林さん、よかったら持って帰ってください。うん、お好きなチームなんですよねってスタイリストの方が言っていただいて、うん、でもそこで野暮なこと言わないですよ、うん、実はフロントが腹が立ったからファン辞めたんですよ、はい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 、なんて尺いらないじゃない、うんうん、だからあざっすって言って、まあそこはね、うん、全部持って帰って、うん、全部捨てたっていう、捨てたっていうのはまあ正解なら、まあしょうがないか、その場で、いや、いらないですっていうのも違う。まあ、難しいやね。難しい、ね。うん、どのタイミングで、うん、切るかっていうのは難しいやね。本当にサステナブルの真逆を行くことをやってね、うん、これはもう叩かれてもしょうがないです。うん、まあでも好きだったものだから、まだね、特殊なね。そう。ね、もうちょっとね、嫌いになったというか、離れたわけだから。うん。うん。しょうがないっちゃしょうがないと思います。で、こっからなんですよ。うん、で、このオードリーのオールナイトニッポンがね、なんて言いましょうかね。自分たちで言っても笑いにならないぐらいね、うん、人気がある。まあね。うん。なんかね、うん、笑えない。もう。笑えない。うん。それ人気がありすぎてとか。ありすぎて。まあね。そんなでもないのにあるって言ってるっていうゾーンを超えてる。そうだな。いや、そのスタンスやめろ、お前。い
いやでそうそう、もう減るぞリスナーが本当に笑いに厳しい人が、うんうん、まあでも笑いに厳しい人少なそうだけどね、このラジオも。そもそも聞いてない、うん、もっとこう濃いねなんか人のなんかこうね、うん、もっとね、そうだよね、そうそう、濃いお笑いやってるさ、うん、俺たちあのタレント成分も多いからねこの芸人っていうさタイプの好きな人がいるからさ、はいはいはい、なんかさタレント成分あか格闘家のお笑い好きとかそういう人多いからストロングスタイルのね、うん、そうそうそう、うん、芸人っていう、うん、タレント成分多いから、うん、オードリーそうかなできないこと多いけどないやまあそれで、うん、今回またね、はいはいはい、あまだ確認してなかったわ、何ですかまたスムスムがある、うん、ああやることを言っていいかどうか、でも、うん、まあちょっとそれはぼやかしてもらう、まだちょっとね、うん、グレーです、いやいやそれは無理やるってじゃあ今から何の話聞くのよってなってきちゃうから、これはまあさすがにお世話になった増野さんの、うん、増野さんがあの脚本をね寝ずに書いてくれてる仕事だから、ね、これはちょっと確認不足だったから、うんうんうん、もしかしたら D ちゃんがもうちょい早く入った方がいいかもな、うん、日本放送に。まあ、いつもギリギリだからね。いつももう5分前、うん、10分前で、で、仕事してんだと思う、なんかが。そうです、そうです。でもね、うん、遅いよ、D ちゃん。日本のはね。話していいかどうかの確認ね。そうそうそう。の時間。あと、その、なんだ、うん、会社的な、会社ごとで確認しなきゃいけないこともね、うんうんうん、ちょっと確認取れるようにね。うん、改革してください。うん。うん。そうね。それはいいんですよ。うん。でね、ちょっとグレーなんだけど、まだ、次回やるかもしれない。やるかもしれない。またスムスムが、うん。ってことでね、うん、この間収録行ってきたんですよ。行ってんじゃないか、収録。流れないってことはないよ、そんな。趣味でやってるわけじゃないんだからさ。プライベートビデオじゃん。まだ放送されるか分かんないけど。撮ったけどってこと？撮ったけど。そんな番組ないよ。まあでも分かんないか。そしたらほら、さっきもさ、うん、はいはい、調子こいて人気があるっつって、春日が止めてくれなかったじゃん。そこまでじゃないよっつって、一緒になって言ってたじゃない。はいはい。それ一緒になって言ってもいけないぐらいの人気だからね。うん、まあね。じゃ違う違う違う。違うね。減ってきたよとかさ。うん、武道館の頃に比べたらとかさ、うん、言ってくれないとさ、いやいや、うん、体感でそれがないからね。そう、うん、あ、全然今パッて思い出したけど、うん、そういえば信子にさ、うん、V いくつの聴取率の取ったのを渡したいからさ、ああ、うんうん、そうだね。ちょっと、うん、あの、なんか賞。やってたよね。うん、何ですか？信子とラジオ。うん、私が、うん、いや、私じゃないよ、それ。あ、違ったっけ、うん失礼します。なんだっけ、うん、私じゃないよ、うん。うん。ちょっと私に行こう。信子にありがとう。そうね。うん、そのアンガールズは明日、ありがとうございました。ぐらいでいいよね。まあね。うん。そうね、うん。まあ、それで、スムスムの収録があって、で、このラジオをやっぱスタイリストさんが聞いてましたね。ほー、なるへそ。まずいのよ、だから。さっきのさ、うん、聞いてなかったでしょ、トイレ行ったから。俺がマッサージ師に、マッサージで、うん、タオルを一枚、うん、乗せた状態で指圧、股関節受けてるから、うん、気筒をすごい指圧されて、潰されてるっていう話。そんな話、いや、ね、うん、その、佐藤光と、うん、何の話してんだろうね、つって、うん、タートルなんとかとか、つって、うんうん、あ、そういうことなのね。で、そうですよ。さっきうまくいかなかったよ。うん、何が？だからロケ行ってんのに、うん、いや、こっちに触れやって来てほしかったんだけど、うん、話終わっちゃってさ、俺。恥ずかしかった。なんか、それはさ、リッターズってやっぱ実力ないよね。行かせといて、うん、こっちじゃん。あ、そういうこと、なんかね、うん、まあなんか違う話してんね。じゃあ、うん、ちょっと待とうか。違う。その話やめろだよ。うん。佐藤ね。なんすか。リッターズ佐藤がさ、うん、ずっとこう、なんか電話でさ、持ってさ、うん、これね、どうしようかね、つって言って。個室で。でもそれ、でもこう、ヒロシ、あ、これもう、制度さんのせいだね。
聖堂さん、だから聖堂さん絶対気づいてるから、うん、カンペとマジックも、あの、マッキー持って、はいはい、若林にツッコミっていうの出さなきゃ。ああ、そうだね。聖堂さんがやっぱりトイレまで。トイレで。トイレまで走ってきてくれないと。バババババッしたらもうできたよ。そうそうそう。おいっつって。でね、話はね、トークゾーンで、話す話に戻るんだけど、やっぱスタイリストさんがね、スムスム聞いてた。はいはい。若林さん、ラジオ聞かせていただきました。あら。で、俺もね、おでこ押さえて、うん、聞いてしまいましたかって言って。ねえ、うん、なんか押し付けた形になっちゃって、なんかすいませんっつって、ね、いやいや、僕もだってわかんないですもんね、うん、そんなアメフトの NFL の話のね、うんうんうん、オーナーが気に食わないなんて、つって、うん、いや、私もちょっと情報収集不足ですいません、みたいな、うんうんうん。そうそうそう。いい人が、うん。うん。で、いや、こちらこそすいません。で、今回はね、でも、ちょっと NFL の番組も見させていただいて、って、揃いました、つって。俺が好きなフォップキンスっていう選手が、テキサンズからカーディナルスっていう、カーディナルスのこの服が並んでたわけですよ。それは嬉しい、ね。3パターンも。あら。で、ここね、どれ着ますなんつって、で、1店舗しかないからさ、もうああいうの売ってる店がさ、うん、そうね、すごいスタイリストさんの忙しい中行ってくれたんだな、うん、じゃあこれでつって、うん、カーディナルスの、来たわけですよ。うん。で、まあ、スムスムをね、収録して、まあ、放送はまだわからないんだけども、媒体とどこで何時間。そんなことあるかね。で、終わって、テキサンズのはほら、グッズいただいたじゃない。うんうん、で、今度はこう、カーディナルス。これが喉から手が飛び出るほど欲しい。ああ、持ってないやつがいっぱいあったな。売ってないやん。まあ、売ってないよね。カーディナルスはね。だからなんかこう、収録終わった後も、なんかこう、姿見でこう、T シャツ伸ばして見てたりとか。自分が着てる。うん。シャツを。うん。で、本当は次もあったんだけど、カップラーメンにお湯入れてこう、3分待って食べたりとか。もらえなかったっすね。粘っては見たけど。粘っては見たけど。なんか違うのかね。なんだろうな。もしかしたら、もうちょい先にまた撮るっていうのがどうなんだろう。あったりするか。もしくは前回押し付けたから、またそういうことがあるかもしれないということで、押し付けを自粛させてしまったのか、スタイリストさん。なるほど。本当はもうカーディナルスでもなくなってるんじゃないかっていうね。うん、そう、ただ欲しかったな。あのパーカーのやつがなかなかないやつで、俺も探してたやつで、言えないか。ありましたとかの話。で、これももしも聞かれちゃったら、また、なんかごちゃごちゃしちゃうんだけど、次ね。そうね。すいません、気がつかなくて。それでね、NFL って言えばなんだけど、スーパーボウルっていうのは、毎回こう、NFL1 位のチーム、優勝チームが決まる試合で、で、春日っていうのはね、このオードリーに関して漫才のネタもそうだし、この仕事こうしてこうとか、もう俺と D ちゃんと春日で3人で、こう、席を設けたりすることもあんだけど、一言も喋んないんですよ。そういう打ち合わせで。で、こうしたらあしたっていうのは一切言わない人間で、トップダウン、完全日本教育が生んだ超成功例。そうね。うん。任務はもう遂行しますから。アプリの、ヒットするアプリの開発とかは絶対にできないんだけども、トップダウンからの受けた仕事はしっかりできるという日本教育の塊。塊が歩いてる。塊ですよ。そういう言い方。うんうんうん。なんだけど、スーパーボールって、まあ、2チームになるわけじゃないですか、決勝で。うん、スーパーボールの時だけ、応援するチームをね、最初に決めてね、もうね、一切のね、意見を聞き入れない。怖くて。まあそうね。で、今回はベンガルズっていうチームとラムズっていうチームの決勝だったんですよ。カスがブラウンズっていうチームを応援したり、ビルズっていうチームを応援したりとか、とにかくチームを変える癖があるっていうのが NFL クラブの見てくれてる方の、なんて言うんだろう、もう名物にもうなっちゃってる。まあまあね、自分が応援したチームがもう先進めなくなったら、そうそうそう。まだ次のチーム。で、決勝まで来るチームだからさ、プレイオフでかっこいいのよ。若いさ、イケメンのクォーターバックでさ、勢いがあるから。
から、うん、だからそれに関係ないで、ベンガルズとラムズっていうチームの2つのユニフォームが楽屋に置いてあったんですよ。で俺と春日楽屋別でしたよ、うん、で春日のマネージャー新井マネージャーが、うん、これ何俺どっち着んのって聞いたら、うん、どっちか着なきゃ、俺カーディナルスだから、うん、もうカーディナルス以外着る、もうどっち買ってもいいのね正直、カーディナルスのファンすぎて、うんうんうん、で新井ちゃんにね、これ俺どっち着ればいいのってね、本番前聞いたね、うん、あの春日さんが、うん、俺はベンガーズ着るっておっしゃってますよ、ね、これがね毎年なんですよなんかね、じゃんけんをしてくれるっていうね、うん、あれもなくてね、うん、なんだろうな、怖いですよ怖い、あこん時だけ怖い確かにね、うんうん、うん、そう言われてみればそうだね。こう、だからこういう時だけやっぱり思うね。うん。なんだろうな、マチズモっていうの、こういうの。ホモソーシャルっていうの。どういうことですか？やっぱりね、うん、結局 43?40 いくつになってもね、うん、喧嘩強いやつは怖い。いやいや、そんな強くない。してきてもいないし、別に。ベンガルズって言って聞かないと。でも俺は、俺だってベンガルズ来たいよってなると、もう時間無駄だし、で、聞き入れるっていう、ちょっとやっぱり、怖い、支配の仕方をする人間だから。そんなことない。あ、そうなんだっつって、あ、意外ね、だねっつって言って。じゃあ、例えば、じゃあさ、若気がさ、うん、さ、ベンガルズ、俺もベンガルズがいいっていう情報が新井から戻ってきてたらどうしてた？いや、春日がベンガルズだな。だこういうの揉め事ってこうやって起きるから。本当に。まあまあそうだね。春日さ、ベンガルズって言って聞かないしって言うから、うん、いや、あいつずっとブラウンズよ、もう。ベンガルズだよ、これ。どういう人間なのと思って。で、まあいいよ、つって。で、俺、うん、じゃあ俺ラムズ着るわ、つって。いやいや、ありがたい、ね。別に、まあ僕カーディナルスファンなんで、うん、それはどっちか着るの決まってますから、はいはいはい、番組の演出上で、うんうん、ラムズでいいよ。それはラムズになって。で、それも毎年あったわけです。うん、で、うん、俺はベンガルズ・ラムズっていう試合がスーパーボールだったんだけど、うん、ラムズが勝つと思ってたの。うん、うん、強いなと思ってた。はいはいはい、はいうん。予想したもんね。実際ラムズが勝って優勝したんですよ、うんうんうん。で、優勝したチームってやっぱりかっこよく見えるじゃない。うん、強いもね。したらね、ベンガルズをね、しか、ちょっと、ベンガルズって言って、ちょっとこう、意志固い感じっすねって、新井が言ってた、うん。その次の週に、スーパーボールが終わった次の週の収録、NFL クラブのでね、うんうんうん、春日がラムズのユニフォーム着てたんですよ。わかる？ベンガルズ・ラムズのスーパーボールで、ベンガルズって言って譲らなかったやつが、ラムズを着るって言って、うん、ちょっと、意志固い感じですって言われたから、で、俺がじゃあベンガルズ着ればいいのって言ったら、いや、若林さんはスタッフが、最後の、まとめの、この1年のまとめなんで、カーディナルスでもいいとおっしゃってます。あ、じゃあカーディナルス着るよって言って、カーディナルスとベンガルズを着てるって言って、ちょっとよくわからないスタジオには、なっちゃってた。でもまあ、成立で、それがあんだけベンガルズを押して、ベンガルズが勝ちますよって番組で言ってたやつが、第4クォーターの逆転劇を見て、すっかりね、ラムズファンになっちゃってね、もう次の週のラムズのね、ファンになっちゃってたの。やっぱね、すごいな、強いなって。ってね。そうそうそう。ちょっと感動しちゃったから。で、これがもう毎年あって、うん、もう本当は NFL のチームはね、何チームもあるけど、応援してファンじゃないかったチームがないんじゃないかっていうぐらいに。そこまでは、ね、もう、ね、なっちゃって、なっちゃって。まあまあね、もうだいぶ渡り歩いてますけどね。32チーム ?32 チームあるけど、うん、まあ全部じゃないかな。さすがに。半分以上だよ、ね。半分ぐらい行ってるかも。最初カーボーイズから始まってるからね、なんだったら。そうでしょ？うん。で、わーっていろいろやって、うん。うん。でね、これね、さっきは、出産祝いをお返しさせていただいたけども。誕生日プレゼントを渡してないじゃない？ああ、そうだ。うん。そういえばね。まあまあ、いろいろ重なっちゃったからだけどね。それももう、クミさんが言ってるからもらったわけであってね。うん。っていうのもありますよ、しのごの言えば。あ、若林さんの時。それで、忘れてた、うん、セッターをもらったんですよ、9月にね。で、あれ、どこ行ったかなって言ったら、ねうん、ちょっとちゃんと調べたくなって、クローゼットの奥から出てきましたね。ああ、まあまあ、いつかね、履いても。エアーのソールが入っている和柄の、うん、セッター。
そう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 。でしたよね。そうそうそう。エアーの。そうね。うん。あんまり好きじゃなかったね。また時間置いてみたけど。いやいや、半年前よ。セッタとエアーっていう、組み合わせてないよねっていうのが、安直だなと思ったかな。いや、そこまで言わんでもいいじゃない。ほんとそうだよね。でも、まあ、好みがあるから、ね。で、あとなんかちょっと9月20日、冷え性若林に9月20日にセッタはないんじゃないかなと思うけども。だから今年のね。今年、これから暖かくなるから、まあベランダいる時間長いから、履かせてもらおうと思って。ありがたいです。ベランダで履いてもらいたいと思って、ね。まあ、履きか、どこで履くか俺の自由だけど、もらったから。いや、そこ指定してるわけじゃないけど。あったかくなる。で、お返し。もらったのにお返ししないってのは気持ち悪いわ、やっぱり。なるほど。と思ってね、歩いてて、全然、アメフトグッズの店じゃないね。ほうほう。洋服のお店に入って、てて見かけて、うん、もうこれもう春日にお返しで買うしかないなって思ったものがね、見つかったから、ま、今日ちょっとその誕生日のお返しとしてさっきタオルもいただいてたから、これはもう春日しかアメフトグッズ逆に着れないかもしれない。春日が一番似合うと思う、世界中で。うわ、これはありがたいね。うん、これをね、プレゼントのお返し、セッタのお返しですね。屋さんじゃないの、させてね、いただきます。そんな、もう、確かにね、もう今若い子がね、うん、NFL のなんか、古着みたいなの着たりするもんね。そうそうそう、レイダースとか、そうそうそう、そんな、パッカーズとか、まあ、チーフスとかね。ね、知らなそうな、そうそうそう。若いね、お兄ちゃんとかお姉ちゃん。そう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 、なんだこれ、うん、なんだこれ。そうなんですよ、この、ね、すげえ、うん、何このジャンバー、全部のチームが入ってんじゃん、ロゴが。そうなのよ。何これ、この見たことないぞ。これが普通の洋服屋さんで、うん、え、あ、ちゃんと公式グッズじゃない。あ、それプレゼントだから値札剥がしてくださいって言われたけど、うん、2万2万8000円で。いやいや、値段言わないで。結構するな、うん、結構いいやつじゃない。これはね、これいいな、春日が一番似合うでしょ。これそうだね、全部のチームのロゴが入ってくる。だからどこのファンって聞かれても、うん、NFL が好きだっていうね。こういうことだよね。うわ、最強じゃん。どのチームが優勝しても全然いいわ。でもこうやってさ、ロゴ、悔しくもないし、ロゴを見るとさ、うん、ほとんど応援したことあるでしょ。ある、見覚えのあるロゴがいっぱいあるもん。そうそう、チーフスだ、ビルズだ、ね、ジャイアンツ、NFL のね、あれじゃない、お店じゃないとこに売ってたからね。そう、これはもうね、春日が一番ね、似合うんじゃないかなと思ってね。いや、これはありがたい、ね、買ったんで、やっぱ、ほら、巨人だったら巨人ファンだし、まあ、春日西武だったら西武ファンだから、うん、アメリカの人からしたら考えられないらしいね、そのファンを買い。だから、春日が ね、前にね、あれはラムズの時だから、スーパーボールがラムズのジャージを着ながら、ブラウンズのね帽子をかぶってね、空港のね荷物検査を受けてたら、荷物を検査する係の向こうの、うん、海外の人にね、うん、お前どういう人間なのって聞かれてました。そういうことだよね、うんうん、でもこのジャケットならNFL 全体が好きで、ね、オールって言えるから、あ、全部のチームは勝ってほしいんだ。そうか、うん、どっから喋ろうかな。この間、そうそうそう、それこそそうだ、お笑いラジオスターライブが日曜日にあって、マスクして、うん、歩いてて、いろんな人に挨拶、はいはい、日本放送の方だとか芸人さんにおはようございますって挨拶したら、なんかみんなが、はいはい、おはようございますみたいな感じとか、挨拶をなんか無視されたりとかして、あれなんでかなってなんか思ってて、うん、で一回も確定的だったのが、うん、オードリーの楽屋に若林さんいらっしゃいますかつって入ってきた人が、あ、うん、パッと楽屋一周して、うん、俺一人しかいないの見て、あ、うん、また来ますっつって、あ、また伺いますって出てっちゃって。ほう。で、なんなんだろうなって思ったら、俺マスクしてて、センター分けだったから、
なんですよね。はあ。なんかで気づかれな、そんなに人間って変わるかなって。はい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 。マジでなんか芸人さんにも嬉しいメンバーじゃん、会うのは。うん。うわーすか言っても、うそーみたいな。なんかで俺も真っ黒の服でダウン着てたから、なんかスタッフさん、うん、真っ黒のジャージだったからかもしれないけど、スタッフさんだと思ったから、うん、どうするみたいなぐらいで、うんうん、あれみんな、なんか俺嫌われてんのかな急にと思って、なんか思ってたぐらいなんだけど、うん、でこれやっぱ喋んなきゃと思って、うん、でね、うん、100カメがレギュラーになったんですよ。ああ、そうね。NHK の100カメ。NHK のね、ありがたい、ね。そうでね、これがね、100カメの前にね、うん、髪切りに行ってたんですよ、美容院に。へいへい。うん。で、髪切っててね、うん、で、俺もう、もう、よくわかんないけど、小5とか小4のまで坊主で、うん、もう、もっとかな？わかんないけど、ずーっと、同じ髪型なのね。はいはいはい。うん。で、理由とかも別にないんだけども。うん、うん。で、まあ、一回ね、アフロにしたり。ああ、うん、あったね、大学の、ね。そうそう。で、金髪にしたりでも。金髪にしてても同じ髪型だったから、同じ。うん、何もしなくていいから。うん、はいはいはい。あの髪型だったんだけど、うん、乾かしたままね、うんうん、で100カメの前に美容院行ってたんですよ、うん、で3週間に1回ぐらい行くのは俺の髪の毛って、うん、こう丸くっていうか目に向かって刺さりに来るような感じで生えてくるの。なるへそ、伸びてくると直毛みたいなんじゃなくて、へーへーへー、だからもう目に入ったら、うん、切りに行かなきゃいけない。なるへそ、うん、でそれがね、うん、3週間に1回ぐらいなのよ。結構早いね。うん、早い、まあ、間隔短いね。でどんぐらいで切りに行ってる？どれくらいだろうな、ね、うん、去年かな切ったの。え年末ぐらいかな切ったの。じゃあ年末ぐらいかもしれない。3ヶ月経ってるよね。もう3ヶ月ちょっと長い。そんなにいかなくていいんだ。いつも2ヶ月ちょっと今な、空いてるけど2ヶ月ぐらい。で私はもうギリギリまで短くしてもらってるから、なんつうの、あんま行きたくないから、7-3にできる一番短いとこまで切ってください。だから、切り始めの時とか、結構やっぱり、どうしたって結構南原さんによく言われるんだけど。南原さん失敗したみたいな。髪型とか見た目すっごい気にするよね。気づいてくれる。あ、だからそういうとこ、ね、俺一回コンタクト忘れて、メガネで出ようとして、ここのラジオでも喋ったことあると思うけど、南原さんが終わって、で、マネージャーで、俺のコンタクト若林に貸してあげてくれっつって。そう。いや、俺、別にメガネで別にいいじゃん。うんうん、たまに、はいはいはい、たまにはっていうか、別にコンタクト忘れて。うんうん、どうしても、ね。若林がもう予備校生みたいにしか見えないから、コンタクト貸してあげてくれ、つって。はいはいはい、で、度が全然違うコンタクト入れて、結局、全然見えなかったっていうことがあって。モニターが。ありがたいけどね。うん、ありがたいけど。で、でも、うん、見た目ちゃんとした方が、うん、芸人としていいっていうのをお持ちの方だよね。まあそうだろうね、うん。若林さんの服装とかもね、あれ今日、あれだね、みたいなこと結構ね、おっしゃってるよね。うん、あとね、ね、うん、ね、なんか甘辛コーデみたいのにしてね、うん、なんかコーディネートして出るコーナーあったでしょ、うん、野々村誠さんの娘さんがコーディネートしてくれて、あ、最後ね、そうそう、洋服もいただいて、うんうん、で洋服ばっちり、あ、それぞれね、メンバーをこういうのにしてくれて、そう、プロデュースするみたいな、ね、それもね、真ん中分けにしてね、出てくださいってね、うん、スタッフさんに言われて出たらね、うん、終わった後ね、若林の真ん中、うん、お前気持ち悪いぞってもう絶対やめた方がいいぞお前って言われたことがあったんで、おうおうおう、でそれはそれで結構前の話じゃん、うんうんうん、で美容室に行ってて、うん、で俺ね、美容師さんがもう長いから、で俺同じところにずっと座ってんのがダメな人間なのよ。なるへそ、長い、うん。だから、パチンコとかできないの。うん、ああ。はいはいはい。うん、まあ、長いもんね。もう、だと、だから、まあまあ、いろいろ言い方
あるけども、うん、あの授業とかもずっと座って受けてられないから、うん、あの廊下に立ってなさい言われるの待ちで、うん、あの廊下に立ってなさいって言われて、うん、あの廊下走ってたみたいなさ、うん、そういう人間なのよ、うんうんうん、でそれはそれでいいじゃない、うん、でとにかくきついの、1ヶ月に1回3週間に1回髪切ってる時間が、うんうんうん、あでさ、まあ長いもんね、うん、絶対にそういうとこもあんの発明してほしいんだけどさ、このさ、うん、首がさ寝たらさカクンってなるじゃん、したら切ってる人困るじゃん、うんうん、だからここのさ首をさこうさ、うん、なんつうのちょうどはまって寝れるさ、うん、ないんのかな椅子みたいな思わない、絶対やった方がいいよな、寝るもんな、あほら図鑑は髪の毛色変えるから1時間ぐらい座るんでしょ、4時間、4時間髪の毛って色変えるのにそんな時間きついでしょ、すごいよ、4時間首に絶対あって寝れる方がいいよね、そしたらここ説明してくれ、もうだからだ、うん、あれよダウンジャケットのここのまあだから学ラン なんだダウンジャケット見て首が寝てても支えてまっすぐなれるようになる椅子にしてほしい、美容室を、あれだからちょっとやっぱカクってなっちゃうのか、なんかこう首にさ、うん、首枕みたいなのあるじゃん、ありますね。なんかね、飛行機とか、うん、車とかに。で、背もたれがないじゃん、だって。そっか、ぐっ、うん、そっか。そうそうそう。後ろが、美容室の。そうか。そう。引っかかっちゃうか。じっとで、寝れもしないから、まあ、本読んでるんだけど、うんうん、まあ、その本読んでる時間が良かったりするんだよね。じゃあ、いいじゃない。寝なきゃいいんだからさ、うんうん。で、ちょっと、3週間に1回来るのはしんどいんすけど、つってます。で、まあ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 、お金を払う、客が言うのも変な話なんだけどね、それを切ってくれてる、うんうん、でなんか方法ないっすかねっつって言ってたの、うん、そしたら、うんうん、パーマかけたりしたら、うん、2ヶ月に1回とかで良くなるんすかっつって、うんうん、あーでも根元がまっすぐになったらちょっとパーマって変な感じになるんで、1ヶ月に1回来てもらわないとダメだし、あとパーマも時間かかりますよ若林さんっつって、ほうほうほう、ああそうっすかっつって言われて、うんうんうん、でなんかないっすかっつったら、うん、センター分けにしたら1ヶ月半とか2ヶ月に1回で良くなるかもしれないですねって言われた、へえそうなんすかっつって、ほうほう、髪型で変わる、うんうん、でちょっと南原さんにね、お前のセンター分け気持ち悪いぞって言われた記憶がちょっとあるんだけど、ね、はいはいはい、まあどっち取るかだよね、あでもこれはもう確実に言ったんだけどね南原さんが、うん、俺がなんか誇張してないんだけど、はいはいはい、うん、でねね、センター分けって誰がいますって、俺は里光しか思いつかなかった。まあ代表だよね。うん、センター分けといえばの。うん。里光と北沢しか思いつかなかったから。元日本代表の。そうそうそう。確かに。北沢さんも挑発ではあるけどね。そうそうそう。挑発センターか、普通センターか。そうそうそう。で、あれって2ヶ月に1回とかで良くなるんだって思ったら、はいはい、で、ここからなのよ、うん、話は、うん。これがね、俺の髪型なんて誰も気にしてないと思ってたら、うん、星野源さんがこの間火曜のラジオで、うん、お笑いスター、ラジオスターライブを見てくださってたみたいで、はいはいはい、オードリーのネタも見てくださってて、で、若林さんが、うん、真ん中分けになってたって言ってくれたのよ。ほう、星野さんだけを気づいてくれてんのは。髪型変わったっつって。うん。それでキュンとしたとは言ってくれてた。優しいから。うんうん、でもなんかね、聞いてる感じね、うん、どうだろう。星野さん本人に聞かないとちょっとわかんないけど、うん、いや、これは本当俺の予測よ、うん。似合ってない側で思ってんじゃないかなっていう魔尺はあったけどね。裏腹に。いやでも、星野さんはでも、優しいじゃん。うんうんうん、だから、キュンとしたという言葉は残してくださってた。はいはいはい、はい。うん。で、あと、俺の奥さんもね、全部褒めてくれんのよ。うん、ほうほうほう。うん。もう何、メガネも、髪型も、うん、これどう思うっつって、うんうん、切った後見せても、うんうん、全部いいと思う。いいと思う。で、あと、服と靴とかも、これ合ってるって、はいはいはい、合ってる、バッチリって言うから、うん。わからない、シビアじゃないから。なるほどね。うん。うんうん、確かに確かに、ね。本当のところどうなんだみたいな、ね。そうそうそう。ことはね。あの番組どうだったとか言っても面白かったって、うん、言ってくれる人だからさ、うん、これまたね、と思って、うんうん。で、
ね、星野さんがそういう風に言ってくれたんですよ。うん、で、うん、その美容師さんが、センター系って誰とかですかって聞いたら、うんうん、いや、星野源さんとか、とか言って、おっしゃったのよ。はいはいはい。したらさ、俺はほら、サングラスからしてさ、うん、パーカーからしてさ、もう俺、うん、星野源さんになりたい人間だから。はいはいはい。俺たちの年代、星野さん俺たちより年下だけど、うん、俺たちの年代って難しいじゃん。一気にさ、一気にさ、なんだろうな、こう、おじさんっぽい格好に行く年か、うん、若すぎて、ダブルネームの女王みたいなさ、うん、なんつうの、若い格好、はい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 。ね、うん、東京ドライブみたいな。懐かしいな。井上サンタさんの東京ドライブの漫画みたいな格好をまだ40でも、うん、してると、うんうん、か田中義武さんに行くかじゃない、うん、いやいや随分その結構究極だな極端だな。カウボーイハットみたいなの被ってってこと、うん、義武スタイルは極端じゃない。極端かな。うん、もっとその間欲しいけどな、うん、ゆくゆくは吉武スタイルになるんだけどね。みんな。え、みんな、テンガロハットに。テンガロハットでさ、うん。なんかジャケットを着てさ、うん、すぐ馬乗れますみたいな格好。まあ、するんだけど、それ間欲しいな。まあ、じゃあ間、だもうちょい手前だね。うん、そうそうそう。だから花畑牧場だ。いや、近いな。もう、だいぶ吉武寄りじゃない。もうちょっと上寄りにさ、うん、ダブルネーム上寄りにしてほしいのよ。あ、そこはもう吉武さん入っちゃってるからね。ああ、そうか。もう、うん、ほぼよ、ほぼ。ほぼ。それはもう、もう吉武さんよ。間欲しいけどな。でも難しいよね。確かに。うんうん、その、若い格好もなんかちょっとね、うん、なんか浮いちゃうし、うん、顔と合ってないみたいなね。そうそう。肌感と合わないもんね。我々のね、肌質と。ほら、まあ、もともとアメフト部だったっていうのもあんのかさ、ジャージが楽じゃない、うん、いや、楽。で、スウェットとか。そう、スウェットとか。うん、トレーナーとかがいい。で、スウェット着てね、スニーカー履いてるね、うん、自分がね、うん、楽屋の鏡に映ってるのを見たときにね、うん、九条の大罪に出てくる新人みたいに見えたのよ。セカンドバッグ持ってさ。セカンドバッグ持ったらもうそうだよ。ね、俺はも持ってないけど、うん、なんか、ジャージにさ、スニーカーじゃん、はいはい、九条の大罪に出てくるさ、新入りの。うん、まあまあまあ。うん、ね、うん、下っ端のね。だから、服むずいなと思ってるけど、うん、星野さんがもう、なんだろう、理想だと思うの、この年代の。うん。アラフォーっていうの、もうアラフォーじゃないのか、うん、俺たちも、もう。でも、アラウンドだからまだ入んじゃない ?45 ぐらいまで入んじゃないかな、どうなんだろう。うん。驚くだろ、今年44だぞ。いや、ほんとだね。今年44のスケジュールかよ、1時3時でラジオやって、次の日の昼間に漫才やらされて、お前、いかがにしろ、ほんとに。変わってないっていうね、10年以上、ね。まあいいんだけど。まあまあ、格好は難しいね、確かに、ね。星野さんの格好がやっぱり一番だと思ってる。確かに、確かに、うんうん。年齢的に。若すぎず。若作りしてるとも思わないし。じじいすぎないっていうね。おじさんでもないっていう。はい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 。なんかさ、うん、もうさ、うん、テレビマンでいるじゃない。制作会社の人で。うん、ハイブランドの革のボストンバッグ。うんうんうん、あれ持ったら終わりだなと思ってて。まあまあ、そうね、うん。でもそうするとゴルフ行く時の格好みたいな。うん。うん。か、九条の大罪じゃん。いやいやいや。それも極端なのよ。え、うん、でも極端なのよっていう難しさあるでしょ?まああるある。うん、だそこの間を取れないっていうね。そう。結局ね。そうそう。そこの間が見つかったら。それが星野さん。なるほど。その間、うん、星野さんなんだ。そう。で、星野さんだけしか成功してないと思う。なるほど、なるほど。確かにそう、うん。あとみんな若作りしてる。あとなんか強烈にその主義があればね。うんうんうん、もういいじゃない。でも、革ジャン好きとかさ。うん、だから、小峠さん、ね。小峠さんとか、みたいな。小峠さんってトータルかっこいいもんね。かっこいいんだけど。車から。うん。あ、ね。そう、なんか自分がその強烈に好きなもの。まあでももう無理だと思うよ。俺と春日は、おしゃれは。おしゃれだったことがないんだ。ないから。わからん。歴史で。うん。うん、で、うん、星野さんですかって聞いた瞬間、俺の中でもう、うん。うん、かなりあり寄りになってくる。うん、はい、はいはい。したらスマホで見せてくれて、うん、こういう感じで、スーって言ったら、うんうん、星野さん。うんうん、髪型ね。あ、うん、そう、
言えばこれ真ん中ですかっつったら、うん、これはセンターですねっつって言って、え、うん、でも似合わないですよねっつって、うん、久本雅美さんに、うん、柿の種みたいな目だって言われた俺ですから、もうずっと笑ってんじゃねえぞそんな言われたことある。南原さんに、うん、真ん中毛本当に気持ち悪いぞで目柿の種みたいだねっつって、久本さんに言われて、この何、うん、今ルッキズムっていうのなんか散々言うけど、おじさんだけだぞ、言われ続けてるぞおじさんは柿の種だぞ、うん、だからもうそれももう 7,8 年前だけどね、はい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 、せめぎ合いよそれね、星野さんで行くのか、まあ、俺たちの職業としたら美味しいんだけど、うん、いやそうだね全然いいんだけど、うん、うん、どうする、どっちを取るかだよね。で、うん、見せてもらった時に、星野さんって俺似合います俺と、いや似合うと思いますけどね、うん、つって、うん、ちょっとやってみましょうかつって、切り終わった後に、うんうん、ドライヤーでそれをやってもらったの、ね、うんうん、で正直、はいはいはい、自分では分かんなかった、変だなとは思った、うんうん、いつもと違うから、はいはいはい、でもこれで2ヶ月、3週間に1回か2ヶ月に1回になるなら、うんうん、いいのかななんて、うんうん、まあ思いながらも別に決めずに、お金払って美容室を出て、NHK 向かったの。なるほど。うん。で、100カメの初回収録だったの。うん、初回収録だから、うん、で、100カメって、V をいきなり見る番組だから台本がないんですよ。だからこのラジオと一緒で Q シートだけがあって、うん、ここで V 見ます、うん。で、オードリーの感想あります。V 見ます、感想あります。とかいう、ペライチなのよ。うん。うん、で、内容書いてないから、うん、見る必要もないんだけど、でも初回だから、うんうん、それを持ってメイク室行ったんですね。なるほど。うん。で、うん、それを見てたの。あ、じゃあ、ここ2本見て、だから頭真ん中、真ん中2回でケツで2人でトークするのか、とか、思って、うんうん。流れをね。うん、流れを。で、その2分か、はいはいはい、メイクで終わりましたってパッて見たら、うん、ドセンター分けになってたんですよ。ほう。うんうん。ほうほう。で、そりゃそうだよね。うん。俺さ、うん、ずーっとこの髪、前髪下ろす髪型だから、うん、全部のテレビ局で何も言わないでも、うん。メイクさん全員知り合いになってくる。はいはいはい。もうもうね、注文しなくても、分かってる、うん。なるでしょ、春日も七三に。いきなり、こう、うん、エアリーになってたりはし、そんなしない。言わないでしょ、七三にしてくださいって。いや、言わない。まあ自分でやるってのもあるし、うん、いきなりこのね、うん、ふわふわってやられたら、チュ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 ってやっぱ言っちゃうよ、ね。言うじゃん。うん。で、俺は、Q シート見てて、だから、もう、ヒルナンデスとかも、もう座ったら、その髪にしてくれんの。もう何年もだ。NFL クラブも一緒だし、ヒルナンデスも一緒だから何年もね。はいはいはい。だから、こういう風にしてくださいって言ったことがもうないの、そら。フジテレビでもないですよ。潜在能力テレビ。レギュラー番組はね、うんうん。レギュラー番組じゃない番組だと、うん、CM とかだと聞かれるけどね。ああ、まあまあそうか、そうだろうね、若林さんね。そういうもんだから、だから言わなかったんですよ。でも初回だから、うん、初回のメイクさんだってことも忘れちゃってるのよ、俺がね。なるほど、そう。そう、なんかこう、うん、真ん中系になってて、でもこれ、え、うん、で、あとワイプ多いから、うん、これ、俺だと思わない可能性あるんじゃない。ただ、うん、今から本番始まるちょっとギリギリ前で、俺髪洗って、うん、もう一回前髪をいつもの感じにしてくださいって言うのも失礼じゃなーと思って。なるぞ。で、かといって自分で隠れて、髪洗って、自分で、楽屋でセットしても、そのメイクさんがスタジオに入るから、うん、変わってたらショックじゃん。いや、そうね。ああ、ダメだったんだな、私は。そう、そう。で、ただまあ、俺の髪型なんて誰も気にしてねえから、うん、1、2回ぐらい、うん、ワンシャープ、まあ、ツーシャープぐらい違っても、まあ、いいか、うん、と思って、うんうんうん、本番に、臨んだんですよ。へいへい。うん。ね、うん、それで、うん、あとね、誰にも何も言われなかった。へえ。うん、それは、もしかしたら、うん、みんな笑いを噛み殺してたのかもしれないけど。うん、まあ、わかんないけど。あと、男マネージャーだから、K ダッシュ、ステージャーの全員、うん、そういうの全く言わないじゃん、服とか。言わないし、うん、気づいてないかもしれないし、ね。気づいてないと思う、多分。うんうん、俺が分かる。なんかちょっと違うなぐらいは分かったかもしれないけど、はっきりとはね。で、そうで、それで、うん、ツーシャープ取り終えたじゃん。うん、それで、まあまあいい、別に、次からね、うん、あれ、いいかなと思ってたの。うん、そしたらさ、その後よ。
ほう初回だからさほうポスターを撮影するっつって。ああはいはいはい撮ってもらったね、うん、確かにね。ポスターとなるともう番組が続く以上ずーっと NHK に貼られるやつがずーっと俺がセンターになってる、うん、はいはいはい残るよね。あとツイッターや SNS で、うん、今日はこの人ですって指さすと喜怒哀楽4パターン困った顔怒ってる顔笑顔の顔、うん、驚いてる顔全部真ん中分けて撮ってもうそれがもう、ね、ずーっとそうなるわけよ。でもごめんなさい今からちょっと髪洗ってきますってなんか言えないじゃん。まあそうだね流れで撮ったから知らなくてそれを撮るって、うんうんうん、で、うんそうなんですよ。うんうん、で、うん、ね、うん。で、そうなったから、うん、もう100カメに寄せてんだよね、うん、俺。なるへそ。うん。あ、他を。だからこの間のライブとかも、うん、100カメ、100カメしよう。100カメ若林でやってんだ。でうん。だから100カメがこう真ん中で撮っちゃったから、もう100カメに、うん、何、した人にしなんないと、それからまた元に戻ったら、あれ誰ってなっちゃうから、ただ、うん、ただね、うん、聞かれるの。うん、特に女の人は、うん、ああ、女性は気づく、ね。気づくから、うん、真ん中分けにしたんですね、とか。うんうん、で、うん、聞かれるじゃない、うん、で、この、なんでですかって聞かれた時に、うん、この、うん、今の一連の話、長えし、まず。うん、あと、うん、美容院に行く回数減らしたいんですよって、なんか、見苦しい。うんうん、確かにちょっと言い訳っぽい感じ、ね。なんか言い訳っぽいじゃん。うん、なんだろう、それって思うね、確かに。そう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 。うん、で、だから、うん、星野源さんになりたくてって全部答えてんすよ今それすんなり受け入れてもらえるのそれ言って、あそうですかって なるかなえってならないそれそれはそれでいろんな AD の女性に、お声さん髪型変えたんですねって言ったら、星野源さんになりたくてっつってなんかちょっと怖いよなんか引いてんじゃないそれ星野さんにご迷惑がかかってなければいいなと思ってんだけど、あとマスクしてたら誰も俺って気づかないし、うん、で、あと南原さんよ、お前の真ん中け気持ち悪いぞって言われたから言われるだろうなと思って、うん、でもまあちょっと美味しいかなと思ったら、うん、なんだっけな、うん、ね、うん、なんだっけ、韓流アイドルのオーディションに来た人みたいだよだっけ、ああなんか言われてたよね。うん。今週か。うん。うん。うん。なんか言ってたね。言ってたよね。南原さんか若林さんかが言ってたんだよ、確か。南原さんが、若林の髪型、うん、なんか、アイドルのオーディションに来た人みたいだな、みたいな感じじゃなかったっけ。あ、うん。うんうんうん。そうだ、うん。オーディション番組の、なんかその、候補者、みたいな感じ感じだよね、うん、うまいうまいじゃないやっぱり、うんうんうん、で気持ち悪いなで来るで張ってたから、うん、びっくりしてで BTS の第一形態ですって返してあ そうか、それ言ったんだ、うん、あでも痺れたね自分でよくコンマ何秒で出すなと思った、ね、うん大したもんだよね。ただ真ん中分けにしてみて、うん、で似合う似合わないの賛否両論のものって続けた方がいいなっていう、うん、記憶と体験があんのよ。ズレ漫才で。なるへそ。賛が多すぎてもあんまりだし、うんうん、でも真ん中に関しては、うん、もうピピピーロンだね。あ、そう。うん。おー、ダメですか、うん、まあ、それで、ピピピーロンなの。うん、じゃあもうピーだね。だけど、うん、なんだろうな、3ヶ月、あ、2ヶ月に1回で良くなるから、うんうん。で、あともう一個ショックだったことがあって、うんうん、真ん中分けにして初めて気づいたんだけど、うんうん、俺よく春日のこといじってるんだけど、それができなくなっちゃうなって思ったんだけど、俺もね、おでこに三本字はあったわ。そっか、わかんない、今まで。うん。ああ、これはいいですね。いい情報をいただいたね、私としたら。
おでこに6本シワがあるコンビなんだね。先週か、話したんですけど、うん、もう大変ですよ。大変、うん、春日さんのことのね、ずっと三本字はいじってきましたけども、俺がセンター分けにしたことで、おでこの三本字はに気づいて。おっしゃってましたな。いやー、これはちょっとね、大問題。大問題、うん、おかしいでしょ。だって三本じわのやつが三本じわのこといじってたら、まあね、本当にベタに、うん、お前もだろう、お前もだろうってなってきちゃいます、うん、お前もじゃねえかっていう話はないけど、別にね、それでもどうにもならないからね、その三本じわを。だからこの、センター分けにしてて、こうまっすぐ髪が降りてきてて、うん、真横に線が入ってると、うん、肌色の冷えピタ張ってるみたいに見える時ありますからね。そこまで、うん、こうな、三本じわだ。そうでもなんかやるけどね、三本じわのやつがやっぱ三本じわいじってるって面白いから。多分これからも。で、そこでなんか、ちゃんと言い返してよ、お前も三本じわ。言わなかったりするでしょ、自分の取り分だけ取って。自分の三本分、三本じわ分だけ取って。それ取ってって。自分の三本じわだけ取ってさ。うん、やめろとか言ってるけど実は踊ってるみたいな。いや、それは言いますよ。うん、はっきりともうね、うん、分かる状態になってるわけだからね。はいはいはい、はい。若林さんも。うん。で、そうで、うん、それでさ、奥さんに相談したのよ。ほう、なんて。数がいじれなくなっちゃうって。三本字は。うん、奥さんも大変だね。あれ、奥さんに聞いたけどさ、うん、すごいな。なんか注射みたいのあるんだってな。ああ、なんかそれは言ってたよ。言ってたよ。なんだっけ。うん。なんたら注射でしょ。ボトックス注射。あれ、すごくない？筋肉を動かさなくするんでしょ？そうなの。いや、もう内容は知らない。どういうことなの？どういう、成分というか。知らない。どういう理由なの？あれ。でも、いや、ちょっと。なんとなくしかね、知らないけど、注射したいみたいなこと言うけどさ。すごいよな、あれ。だからさ、うん、やっぱ、俺たち知らないじゃん、それ注射とかがあるから。うん、いや、知らないよ。だから、こう、結構、ゲストで来てくれる女優さんたちとかって、うん、注射打ちまくってんだろうな。それはわかんないけどね、みんながみんなじゃないかもしれないけど。確かにね、とんでもなくね、うん、綺麗な方とかもいるから、そ、何もしてないってことはないでしょ。びっくりするぐらい綺麗じゃん。だってもう50代とかで、うんうん、で、でも何もしてないって人もいるんだろうな。うん、まあまあいるんだろうけどね、そんなのもう稀でしょ。稀。そらするよ、しないと。やっぱ嫌だ、三本じゃ。三本島は嫌だよ、やっぱり。いや、嫌だ。そう、なくすことができるんだったらなくしたいぐらいだけど。あと何があんの？美容で、数が興味あるの。興味あんの？で、なんで注射打たないの？じゃあ。高いから？ま、なんか、怖いから。注射ってやっぱり。いや、怖いよな。一個ちょっと違うよな。それ。だから、デコに直接打つんでしょ？多分分かんない。調べたことないから。いや、それは多分デコ、肩に打って、デコのシワが消えるってないと思う。だ、肩に打って消えるんだったら全然やるけど。だから、もうはっきりと調べるのが怖いぐらい。俺はケツに打って頭痛治ってるけどね。ああ、じゃあいけるさ、調べたら、病院に乗ったら、肩打ってデコシワなくなる、あるかもな。だってというか。うん、だってというかじゃねえだろ、きっとそれ。いや、前も話したけど、うん、そのね、脱毛、うん、髭の脱毛、うん、美容にさ、結構、うん、お前さ、うん、ずるいぞ。いや、お前も美容キャラなんだって。そこまで言ってない。美容キャラのくせに美容キャラをさ、表でやんないじゃん。だって、シミも取ってんじゃん。まあ、取ってるけどね。うん。いや、もうダメだよね。脱毛とシミだとったら、うん、もう美容キャラだよ。まあ、だから美容キャラは美容キャラで全然いいんだけど、うん、だったらもうちゃんとさ、うん、これもやって、あれもやってってやっていかなきゃいけないけど、でも、やっぱり、美容よりもまだ痛みがあるのが嫌だってことが強いから。言ってたよね、パチンパチンってシミになるから。そう、美容の人がさ、うん、ちょっとした痛みなんて、その、うん、ね、美しくなるためなら全然いい。そこまで言ってないのよ。うん、脱毛試しに行ってみた時も、うん、痛すぎて一番弱いやつにしてもらって、それでも痛いからって喧嘩して帰ってたんだからさ。うん、もういいっつって言って。
これ以上やってもね、これ以上落としたら意味ないですよ、つって言われて。あの、電気的なチクっていう痛みだけが嫌なんだ。あとはいいんだ、ケツバットとかは。じゃあ全然いい。なんか刺すような痛みだから、そのね、染み取る時も、本当にやめようかっていう。もう、言ってる以上に痛えじゃねえかよ、つって、ほんと文句言いそうになったぐらい。あと、あれで、あれだっけ、ケツ毛を焼きに行ったんだっけ。ケツ毛を焼きに行ってはいないよ。もっと、もっと強い血芸がを生やすためそんな、焼き肌みたいな、焼き肌農業みたいなことはしてないよ。で、なるか、ならないだろうし。焼き切ったら強い血芸出てくるみたいなことなんのかな。なんでそんなことするのかもわかんないし、ね。わかんないし。すんないよ。だから、まだそこまでいけてないというかね。え、何血毛？いや、ちょっと美容キャラだって言うほど、まだこの乗り越え。気をつけてはいない。ないけど、え、興味ないことはないね、確かに。あれさ、痛くなかったやりたいもん。痛くなかった。痛くなかった。どこやりたいの？いや、だからその三本島よ。でも痛いじゃん、絶対。痛いだろうな、筋肉に注射すんだろうしな。取れないものなんだわけだから、そんな痛いことしないと取れないじゃん。本当におでこのシワ取りたいの？いや、それは取りたい。いや、逆に俺変だと思うよ。何がよ。だってもうさ、目尻にさ、猫のひげみたいになってる時あるじゃん。ああ、それも取りたいね。もう本当もう、のぺーっと刺したいよ。でこからこの。怖いと思う。のぺーって。おでこの三本じわだけなかったらバランスおかしいって。他の感じと。ここだけほんと、べな、その、なんか布ガムテープ貼ってるみたいな感じでさ、もう。なんだったらちょっと光るぐらいの感じで。ゴールデンカムイのあいつじゃねえんだからさ。あのなんだっけ、あの大将みたいな。そう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 。いや、これはじゃあ、カサさん、だから、わかんない。やるかもしんない。いや、そうね、興味ないことはない。ただ、痛みを乗り越えられてないから、痛くない治療みたいなのが発見できたら、もう、すぐ行っちゃうかもしれない。もう、すぐ行きたいぐらい。もう、全然諦めて、何にも言うつもりないけど、やっぱ、クッキーさんみたいになってほしかったんだよね、この辺まで反り込んで、なんかその、あと、ザコシさんとか、本当に B 好きだもんね、お前。そこまでじゃない。不思議なのよ、こんなに B をね、追い求める男が、なんでそんな歯が黄色いのかなっていうのは。そこまで黄色いか。いや、歯はまだ行ってないね。歯を白くする人めっちゃいるじゃん。ていうか、それは別に美容じゃないじゃん。普通に芸能人としては。綺麗な方がいいじゃん、みたいな。あれ何なの？あの美顔器って。あ、なんかあるね。あれは何なんだろうね。美顔器、まあ、この中で知ってるやついないよ。いないよ。だからなんで、おじさんばっかのスタッフ。時代に合ってね。新しい情報が入ってこないんだよ。みんな我々も含めて全員で首かしげて終わりじゃないか。いや、こういうことが社会の上の方で起きてんだよな。ああ、滞ってね。滞っちゃうんだよ。どんよりしちゃうのよ。そう、あるね。うん、あれもやってる意味が、ね。美顔器の意味がわかんないよな。なんかでもなんか、顔を入れるわけ、何かに。え、そういうことなの？なんかこんな、それこそなんかで、電気で、うん、何こう手で持ってさ、うんうんうん、ってイメージだけどね。まあまあいろんなパターンがあるのか。いや、多分顔の型とって、その顔の自分の顔の形になってるところに顔をこう埋めると、なんかいい低周波のなんとかとか、あの蒸気がこうでこうパってなって、結構本格的だね。型をパコッと外したらもう20歳若返ってるみたいなことだと思うよ、美顔器。そんな奇跡みたいなことある？ああ、そんな、だから、まああるよね。芸人でも、ね、男芸人でもやってる美顔器でなんていう、いるよね。まあまあ、もう、男。当たり前か、当たり前かという。この間行ったよな、ヒルダンデスのロケで、もう中と向井くんと、そういえば。行ったっけ？あの、向井くんがさ、目をさ、がっついて、あ、だいたいああいうロケだったら、つけまつげとかしてさ、だいたい、ビフォーアフターでさ、大笑いするもんだけどさ、微妙にバレずに出社できるっていうメイクで向井くんが出てきて。リアルなやつね。あれ面白かったな。
一番面白いね、あれね、今。今だね、あれは。うん。うん。でも、ね、俺はね、ちょっとね、もう中に腹立ってんすよ。え？何が？楽しくロケやってみんなで。あの、美顔の、美顔のっていうか、あの、目、なんていうの、あれ、化粧メイク、コスメ。うん、コスメ、メイク。ティックのね、今流行ってる。お店のロケ行ったとこでもあいつ屁こきやがって。こいた。放送されてなかった。放送はされてなかったけど、コスメの店で屁こきやがって。あの屁こき野郎。うん。あの、だから前。もう屁こき野郎。うん。もう兵ね。もう兵。もう兵がさ。そうよ。オンエアはね、うん、ね、子供用品のね、うん、ところだけだったけど、うん、全箇所で兵庫行ってるからね、あれね。ブーツって。ってことは、ちゃんと癖になる。ってことはさ、全部の店で兵庫ロケだったわけじゃない。うん、移動中もこいつだってことだよね。あー、でもそうかもね。うん。うん、歩きながら。全部の、でも、ロケバス貯めてんのかな、移動中に、部屋を。あ、じゃないとあんな綺麗な。もう部屋って。うん。じゃないとあんな綺麗な。一番笑える屁の音なんだよね、あれね。そうそう。ブーでも、ちょーん。でもさ、もう部屋って、うん、例えば、このラジオで呼ぶとすんじゃん。うん。そしたらさ、部、う、屋、ん、どっち、部屋濃くなよで振って、といた方がいいのか、読んだ理由としては。でもそんなのそのまま喋っちゃったら意味ないじゃん。へいこかずに。でもそれはもうそれはスプレッチャーだな。だからへいはのいて読んだ方がいいんだな。まあまあそうそうじゃない。でへいこいでんじゃねえよだ。うん、何発へいこけるかとかだとプレッシャーになって、もっと上のやつが出ちゃうかもしれないしね。そうだね、うん。ハプニングが起きる可能性があるし。もうん、になっちゃうかもしれないから。うん。で、我々、そうね。もう大か。うん。もう大だともう大学生みたいになっちゃうから、またちょっとややこしいんだけど。ちょっとステージ上がっちゃうから、ね。もう大。もう兵のままでいてほしいよ、ね。もう兵の上はもう運だから、もう運まで行っちゃうと笑えないから、ね。いや、笑えない。俺は笑うけど。多分ガスがもう笑うし。まあ、笑うか。ギリギリいけるかな。いやいや、それでもね、うん。な、屁こいてんじゃねえとも言えなくなっちゃうしね。その、うん、そういう目的でも呼んだら。もうね、言ってたよね。こう、だからロケがテレコになったり、店がテレコになったりしてるから、縦軸にならないだけであって、後半お前、屁こいてんじゃねえ、帰れとか言ってるからね。そうだね。お前は、ただの活躍金の緩いじじいだって俺言ってたもんね。赤ちゃんのお店で。言ってたね。で、それはなんでそうなったかっていうと、うん、中学生さーって呼び始めたの。春日がロケの中盤から。うん、中学生はさーって言ったの。そしたら、もう中が、うん、いや、僕あの、もう中学生なんで小学生なんですって言ったの。うん、で、私も確かにそうだねっつって。そう、もう中学生だから、うん、小6だねっつって。そう。だから、うん、だから、だから、小学生って呼ばなきゃいけないんだねとか言って、赤ちゃんのものが売ってる店で、うんうん、最後のところだね、あそこがね。言ってたのよ。うんうん、で、そしたら、ヘイコイのプーってまた、あの、もうヘイが。うんうん、そしたら、うん、春日が、うん、小学生だからしょうがないよねって言ったの。で、俺はそれぶち切れたの。いや、こいつは活躍金の緩いじじいだよ、つって。あ、そういうくだりだった。そういうくだりがあったわ。あったね。ベビー用品店でしたよ。ほんとだよ。あったあった。いや、それでね、うん、春日の三本じゃいじれなくなっちゃう。なぜなら俺も三本じわだから。で、二人で六本じわのコンビだから、うん、コンビ名をシックスラインに変えなきゃいけないんだっていう話をね、うん、してたわけ。奥さんに。奥さんに。だから、うんうん、デパートの化粧品売り場っていうの、1階にあるじゃん。はいはいはい、あるよ。あんなのさ、一生縁がない場所だと思ってたけどさ、うんうん、俺の、そういえば、うん、初体験のお相手がそうだったんだよね。うん、あ、そう、そんな話する必要ないんだけど。関係性はちょっとあったわけだね。それ以降、うん、関係ある。その人に、うん、あれ、油がいっぱいの人、なんて言うんだっけ、乾燥肌の逆。うん、何油肌に。おい、ん、油肌。若いやつがいないからこうなんだよ。若い女性がいないから、ハゲは。油肌。うん、油肌。おい、もともち油肌ってなんだよ。うん。油肌ぐらいの発想で入れてくるなよ、インカムに。
でも油肌だったりしてな。いや、そうだ、正解かも。正解かもな。なんていうの、もう確かに乾燥肌の逆って。油症？油症って書いてあるね。油、乾燥肌の逆ってそうなの？俺はね、その子に聞いたんだけど、油症の、うん、油症の国分寺のラブホテルでその話聞いたんだけど、それはいいよ場所は。油、油症の T ゾーンは油症で、うん、T ゾーン以外は、乾燥肌なんてありえんのって聞いたんだよね、うん、国分寺のラブホテル。知らないですよ、どういうタイミングで聞いたのよその話をさ。何でそんな話になるの。まあまあまあ。油症か乾燥肌のどっちかだと思ったの。でも、はい、その子に指摘されたの。うん、あんたは、うん、T ゾーンが油症で、うん、他は乾燥肌だよ。いいね、ハイブリッドだ。かっこいい。T ゾーンは油症で U ゾーンは乾燥肌。いいとこ取りだ。いいとこ取りではねえよ、別に。じゃあそんなことあるの？じゃあ別々にやるのとか、じゃあこうすんで、そういう人はっていう。ああ、そうか。じゃあ塗るものが、部分によって違うってことなの？うん、やったことないから分からん。おお、うん、分からん。そのニベアしか塗ってこなかったから、キュレルね。はいはいはい。うん、俺はもうずっとキュレルだから。ボディーソープもシャンプーもね、クリームも。はいはいはい。今はキュレルがあるから俺無敵なんだけど。うんうんうん、それで、うん、奥さんに、うん、聞いて、で、うん、デパートの1階で、うん、相談してくればって言われたのよ。ああ、その三本じわり。で、いや、そこまでじゃないのよって思いつつさ、やっぱどうしてもラジオやってるとさ、うん、ラジオがあるからなと思うね。木曜日だった、あとそれで。一番冷や汗かく。うん、まあ、すごい。木曜で時間が1本目と2本目空いてる時。うん、ああ、うん。それはもうナイスパスでしかないね。ナイスパスでしかない。うん、もうね、蹴り込むしかないぞ。いや、それでさ、はいはい、行ったのよ、その初めてデパートの1階の化粧品売り場に。そんな、その男用みたいなとこあんのそれ。いや、それで、男の、ないじゃん。やっぱないんか。一流メーカーのさ、うん、こう、いろんな、なんかこう、店ごとに分かれてるのね、ブースが。ああ、なんか分かれてるね。で、あれでよく見てみると、もう、うん、超超一線の人が広告やってんね、やっぱり。美容って。女優さんとか。そう、ブラックピンクの人とかさ、日本のさ、うん、もう全員、あれ、あそこが一流なんだな。化粧品まで行った人が。まあ、石川佳純さんやってるからね。はあ。やってたからね。だからね、うん、女性、同性に憧れてる。そういうことだよな。っていう。あそこがゴールなんじゃないか、女性芸能人の、おそらく。まあ一つの頂点だろうね。男はどこな、男は洗顔かもな。だから澤部はもうゴールだよ、ね。ゴールしてんな。ビールか、男は。あ、下山ちゃんゴールしてんな。してるな。一回だけやったことあるけどね、清原さんとビールの CM。清原さんとさ、うん、あれは嬉しかったな。人で清原さんと、うん、3人でビール、清原さんと清真とね、CM、うん、真横に並んだもんね。いや、そうよ。清原さんと。写真撮ってもらったよ。ねえ、うん。いやー、あの時はCM やらせてもらってたからね。うん、うん、清原さんと。そうね、そうね。で、その日に、まあ、その日に限ってつか、毎日はまあジャージなんだけど、うん、俺、いやー、なんかもうちょっと、なんかいい服着てこないと、きついなーって思って、うん、ジャージにスニーカーじゃーと思って歩いてたんですよ。はいはい。で、奥さんに、基本はここなんじゃないかなっていう、こう聞いてたから、あ、はいはい、そのカウンターに、カウンターにいたんですよ。あ、いて、うん、いて。そう、なんて聞くのよ、それ。聞けないじゃん。聞けないよね。で、もうだから、なんかほら、椅子に座ってさ、相談してさ、なんか塗ってみてるみたいな人いるじゃん。試しになんか塗られたりとかしてるよね、あれももうみんな女性よ。いや、そうよ。俺歩いていいのかなと思いながらさ、うん、ジャージでさ、スニーカー履いてさ、うん、で歩いてんのよ。うん、だから、ここのメーカー、この店か、と思って。うん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 、ちょっともう見始めた瞬間ぐらいに本当、うん、嘘みたいに柳原加奈子のコントの人だったけどね。うん、
何かお探しでしょうか、の何かお探しですかっていう。あれ本当なんだね。本だ。あれドキュメントなんだ。あれもう柳原加奈子だった、完全に。誇張してるわけじゃないんだね。そう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 。それで、なんかちょっとおでこのシワなんですけど、つって俺。はあ、それ驚くでしょ、向こうの人も。うん。うん。で、あ、お困りですかみたいになって、あ、お困りは、主には、シミ、なんか、なんとやらって言ってたかな。で、あ、おでこのシワなんですよ。つって自分のおでこを出してさ。で、なんか男性が使うようなのもあるんですかって聞いたら。言ったね。本当にその、一角、本当にもう、うん、70センチ幅ぐらいのとこだけ、メンズって書いてある。あるはあるんだ、ね。あるはあんのよ。はあ、じゃあ行っていいんだ。今男もメイクするっていうからね。あっちゃんはほら、うんうん、プライベートでも外出るときメイクしてるっていうからね。あ、そうなの今、うん、言ってて。それで、たら、あ、メンズもあるんすね。メンズを買うって気が楽じゃない、うん、まあまあ、そうだね。なんか。それだけでなんかちょっと受け入れてもらってるみたいな感じになるもんね。そうそう、メンズのとこ行ったらさ、うん、いや、まあまあ、メンズも とてもいいもの揃ってるんですけども、うんうん、お客様、予防でしょうか、それとも改善でしょうかって聞かれて。ほう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 。でも俺もよくわかんないよ、ね。予防なのか、改善なのか。うんうん、あ、でも、春日をいじる、そうそう、春日を、6本のシワになっちゃってんすよって話だから、シックスラインにコンビ名変えなきゃいけない。変えなきゃいけないってこともないけどね、別に。うん、まあ、そうね、そのコンビ名もしっくりくるよね。うん、く、うん、るよ、ね、だってオードリーより、ね。オードリーからかけ離れてんだから、ないんだから、オードリー。オードリーってどういう意味なんだってなるけどね、シックスラインだったら、ああ、そうかって納得できるもんね。そうでしょ、コンビ名。でも、増えていくけどね。なるほど。芸歴増すごとに。はい。8ライン。今はだから6だけど。7ラインとか。うん。10ラインぐらいで行く可能性あるよね。行く可能性ある。でも、ボトックス打ったら減るからね。あー、減らしていきたいね。そんな話はどうでもよくて、うんうん、改善ですって言って。ほうほう。で、そうすると、こちらの商品がおすすめですって、それはメンズじゃないとこなの。へー。あー。女性用の。女性用になるんだ。その、何、俺ぐらいの年の女性が使うやつなんじゃないの、わかんないけど。それでもいいんだね、男が使っても、うん、効果はあるんだね。じゃない、勧めてくれたってことは。それでちょっと肌なじみをちょっと感じてみますかみたいな、うんうん、お試しになりますかみたいな感じだったかな、うんうんうん、で手の甲に、うん、出してくれたんだ。ああ、やったよ。私もヒルナンデスロケでやって、手の甲だよね。うん。あ、そうだよな。やったやった。あれ何のクリームだったの？なんだっけな、バブ、なんとかバブル、なんか、ね、赤ん坊の肌になる。あそこで買っときゃよかったんだな。あれでもほんとツルツルだったよ。あ、センター分けじゃねえから気づいてなかった、自分のおでこも三本じわになること。ああ、そうだね、うん。まだそうね、センター分け前夜だ。前夜だから。いや、なって、手の甲でね、だから。うん、ため、まあ、たぶん、そう、同じなんだね、うん。うん。で、手の甲に出してくれたから、それを、うん、指先に取って、うん、自分のおでこ塗ったんですよ。したら、ああ、お客様って言われて。ああ、うん、ダメなんだ。おでこ塗ると思うじゃん、だって。もうおでこの相談言ってんだから、ね。おでこに、そう、ああ、お客様って言われて。でも、わかんない、その、俺は初めてだから、その、おでこのシワをなくすクリームを感じるのを、だから、うん、手の甲に塗られてたからってわかんないじゃん。まあ確かにね、手の甲をきれいにしたいわけじゃないからね。そうそうそう。もともとね、うん。でも、買うのは決まってんのよ。ほう。なんでだと思う？え？なんで？で、買わないとラジオで喋れないから。ああ、買うこと自体は決まってる。めっちゃ高いけどな。はあ。うん、なるへそ、うん、でもどれを買うかじゃない。でもでも1個だけしか勧められなかったから、あ、それをじゃあこれでって言って、もう「あ、お客様」って言われた後はこれ買いますって、うん、結局試すうんぬんじゃなくてもう、そう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 、うん、買うことは決まってそれで、だから俺がさ、ほら、うん、本当に何にも知らない人だってもう分かったんだろうね、お店の若い女性だったけど、うん、
だからすっごい丁寧に説明してくれて、なんかこういう風に、なんか今あのこれなんていうのパンフレットっていう説明書かみたいな見してんだけど春日に、ね、あ使用法って書いてあるじゃん。使い方なんてあんの？あるの。バーッと塗ればいいわけじゃないんだ。顔にブワーってこう塗れば、うんうんうん、塗ればいいと思ってるだろう。なんかこうこすりつけ染み込ませればいいと思う、ね。そうじゃなくてこのおでこの三本じわに対して直角に下から上に上げ絵が描いてあげてくる、ね、直角に。あ、下からこう、うん、なるへそ、それなんで、うん、なんでなんだろう。それが染み込むのかな。そういう、なんか言ってたなぁ。ちゃんと聞いとけばよかったなぁ、うん。まあ、それは効果的なわけだ。しかも、ここ、脈拍に近いテンポでゆっくり丁寧になじませるって書いてある。そんな細かいの？ドックン、ドックン、ドックンだ。へぇでも、緊張してるときは、ドクン、ドクン、ドクンだ。だから漫才の前に塗るとしたら、ドクンドクンドクンだ。うん。その時の心拍数に合わせて。そう、ヒルナンデスのスタジオで V 見てる時は、ドックン。なんで緊張しないんだよ。ドックン。ドックンで塗ればいいんだ。うん、あの、ワイプの中で塗ればいいんだ。うん。うん。それで、使い方としては、1ヶ月半ぐらいで効果が出ますって言われて、それで、いや、わかんないよね。出るまあでも、ちゃんとやれば、うん、ってことでしょう。ね、やるかもしんない。だから、毎日インスタに、おでこの写真載せるかもしれない。そう。うん。何日目です、みたいな。そうそうそう。こんな変わりました。で、それで、ね、どれぐらい塗ればいいんですかって聞いたらね、うんうんうん、手の甲にね、うんパール粒大出していただいてって言われて、パール粒大って何ですかって。パール粒大って分かんないでしょ。パールって真珠のことなの。パール粒大って何ですかって聞いたら、真珠。で、その、パール粒を知らないからさ。知らない。真珠の一粒の大きさぐらいっていうことなんでしょ。でもそれがまずどれぐらいのでかさか分かんない。それが分かんない。東京ドーム何個分の東京ドームが分かんないからと一緒で、パール粒を知らないから。俺、なぜなら、パール粒のネックレスとかしないから。そうね。例えたものが分からないっていう、ね。まあ分からない。でもまあなんか分かんないけど、まあ、フリスク台とか言ってくれたらあーって思うけど。まあまあそうだね。でも多分パール、粒を知ってんだろうな、店に来るほとんどの人。いや、そうじゃん。俺ぐらいのもんだよ。その、うん、ここ2週間で俺ぐらいのもんだよ、パール粒を知らない人が。そうだろうね。そうそうそう。うん、で、それで、順番をさ、聞いたの。で、わけわかんないじゃん。順番わけわかんなくない？何の順番？俺たちほら、メイク落としたらさ、うん、メイク室でさ、メイク落とした後に、うん、化粧水塗って、乳液塗って、お疲れしたって書いてくるじゃん。うん、はいはい。うんうん、で、うん、朝晩やってくださいって言われたの。で、2回なんだよ、うん、で、化粧水の後に、クリームっていう乳液の後に、そのシワ改善のクリームを、パール粒大一つ分。え、3つ塗るってこと？ 3 種類？そう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 。大変だな、これ。大変でしょ、うん、っていう風に言われたんだけどさ。はいはい、俺が分かんないと思ったら書いてくれてるの、見て、丁寧にボールペンで。本当だ、手書きの。手書きで、詳しくの声が書いてるね。うん、朝、こう、何？化粧水、うんうんうん、乳液、このクリーム、うん、三本じわのクリーム、うん、その後、日焼け止めクリーム。日焼け止めも塗るの？日焼けが一番いけないんだって。だから、日焼けいけないんだってよ。シワは日焼けのせいなのか。気にしてんだから。うん。はあ、そう。俺は中盤で言うけど、本当は、うんうん、どうでもいいからね。ラジオで喋るから、うん、1万5千円出して買うだけでやって。するな。冷めるだろう、こんなん途中で言われたら。うん。そう、そこはファンタジーにしといてほしかったな。まあまあまあ、でもそうでしょ。ね、そう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 。うんうんうん、それで、うん、俺がすごい気になったのは、
ほら、毎日メイクしてもらうじゃん、メイクさんに。うんうんうん、毎日って言うとちょっと鼻につくけど。まあまあ、お仕事と収録の時はね。動乱乗るじゃん。で、うん、あの、恐る恐る言ったのよ。もうマスクだけだけど、うん、その時は。うんうん、あの、すいません、あの、うん、なんか、テレビ出る仕事してるんですけどっていうのもなんか。ああ、そう、お店でね。お店で、なんか。ちょっと鼻につくから毎日動乱を塗る仕事をしてるんですけどって言ったのよ、うん、ピエロの可能性も出てくるよな。だからまあそうだね、あピエロっちゃピエロだけどね、仕事、うん、そういうめあのソウルの意味じゃん、はいはい、あまあ、だからピエロで痛いって部分もある希望で願望もね、願望でもある できてるのかな、できてないのかもな、プライドが邪魔してって、うん、自分を見てる部分もある。なるへそ、うん、私はピエロになりたい、ね、うるせえよ。それで毎日動乱を塗る仕事をしてるんですけど、うんうん、動乱塗った後に三本ジアクリームですか、それとも動乱の前に三本ジアクリームですかって、うん、質問したのよ、うん、したらそのお店のお姉さんがね、うんうんうん、それはお家に出る前に動乱を塗られてるんですかって聞かれたんです。なんだよ、そいつ。それとも仕事場で、動乱を塗られてるんですかって聞かれたんだけど、うん、家出る前に動乱塗ったらジョーカーじゃん、もう。そうだね。でも、ジョーカーの部分も、ある。うん、そのソウルの部分とメンタルの部分で。で、ジョーカーでありたいっていう部分もあるけど、うん、もし自分にジョーカーの部分が減ってきたならば、うん、嘘ついてまでジョーカーぶった芸をしたくないって思ったのが明日の足りない二人だったね。なるへそ。うん。ジョーカーであり、ピエロであり、うん。うん。それがジョーカーなんだけどね。そうだね。じゃあだからジョーカーの映画がそうだからね、うん、家出る前に動乱塗ってても、うん、若林さん的にはおかしくないってことだから、ね、おかしくないっていう、うんうん、で、あの、いや、仕事場ですね、はいはいはい、そしたら実際にはね、順番は化粧水、うん、じゃあ家に朝起きてから、はいはい、仕事で動乱塗るまでのことを説明してくれたもん、もう。なるへそ。うん。まあ、朝起きる、うん、化粧水、うん、乳液、うん、三本じわクリーム、うん、日焼け止めクリーム、で、仕事場行って動乱で、うん、ピエロですよ。ジョーカーでありピエロですよ。うん、お仕事がね、はいはいはい、私の。うん、で、メイク取った後も、化粧水、乳液、三本じゃクリームでいいんだ。それで寝ればいいんだ。ああ、うん、なるほど。まあ、一日二回か。1万2千円ぐらいしたかな。うん。だぜ。いやー、するね。まあ、でもそれでね、三本じゃは消えたらよ。うん。安いもんね。それで三本じゃが消えたらっていうか、それで2時22分まで喋れたらっていう部分もまあまああるんだけど。もう現時点でもうそっか。うんうん。元は取れてるか。冷めるわ。いや、それで、うん、家で買って帰って、はいはい。来るじゃん。うん、ああ、持ってくればよかったな。説明めっちゃむずいんだけど、うん、で、パール粒台をね、うん、毎日塗ってくる。これで1ヶ月、これ1本でどれぐらい持つんですかって言ったら、1ヶ月ぐらいですって言われたかな。1ヶ月半って言ってたかな。1ヶ月かな。うんうんうん、パール粒台だから、うん。うんうん、じゃあ、うん、だから、まあ、高いもんなんだろうね。いやいや、高いんじゃろう、うん、そうね、うん。でさ、初めて見る容器じゃん、そんなん、うんうん。で、歯磨き粉みたい、細い歯磨き粉みたいな。チューブだ。チューブ状の。になってんのね、うん。で、初めて夜寝るときつけてみようと思ったときの話よ、うん、ほうほう。で、なんて説明がむずいんだけど、うん、透明の四角いキャップみたいのがついてて、うんうんうん、その中に、うん、三角の紫の山、うんうん、なんてこれ説明むずいなぁ。その透明のキャップの中に、うんうん、紫の三角の円、うん。チューブの先ってこと？そっから出てくるみたいな。チューブの、そうそう！そっから出てくると思ったの。はいはいはい、キャップ取ってね。思うよな。で、そういうことなんだ。その紫の山のてっぺんから出てくると思うよな。だからチューブの先ってこう細くなってる。そう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 。だから透明のカバーを外せばいいと思うじゃん。そうじゃない。ずーっと透明のカバー引っ張ってても、全然取れないの。うん、
あれおかしいなと思って、思いっきり力入れたら、違うのよ。この、透明と中の紫の三角が、を、正解は、くるくる回したら、取れたら、その中にすごいちっちゃい先っちょがあったの。へぇー。それ知らないのよ。いや、それは確かにわからん、ね。わかんないの。だから透明の部分を紫の先っちょから出るなので引っ張って思いっきりハーンってやったら、あの手のひらに500円玉台ぐらいのクリームが出てきちゃったんだよね。うわ、もったいない。多分500円より高いと思う。うわ、高いでしょ。うん。も、え？ああ、どう、でも戻すしかないよね。うん。パール粒台でいいんだよ。いや、そうだよ。パール粒105個分ぐらい出てたわ。いや、もったいない。うん、それで奥さんに、こんなことになっちゃったんだけど、間違えて、っつったら、うんうんうん、なんかあの、100円ショップとかで売ってる、化粧品とか、あの、薬とか小分けにしとくみたいなのを、あまり持ってきてくれて、これに入れとけば、つって、それで、その、すくって、すくって全部、それで、もったいないから。で、閉めて。情けねえな、うん。それで、おでこの方、しまいに塗って。聞いたら、その、紫外線がいけないって言うからさ、よく考えたら、センター分けやめりゃいいんだなと思って。そっか、当てなきゃいいんだもんね。じゃあ、そんな毎日直角に、脈拍通りに塗らなくても済むの。確かに、元に戻したらいい話だ。でも、春日さんも、年がこう重なってから、カルビ食べれなくなったみたいな話、ちょっとしてたっけ？してたかも、ね。食べれるは食べれるけど、量が、ってかことか。もう、あんまり、まあ、一皿ぐらい、その、一回ぐらい触れたいというか、一回入れたいぐらいの感じ。一皿というか。あ、なるほど、なるほど。他は何食べるの？ロースとか。ハラミ。でさ、俺さ、ね、あの、胃腸をさ、崩したら、大竹先生にさ、あの、見に行って、お医者さん、必ず見に行ってもらうんだけど、で、その、大竹先生に薬をいただく、処方してもらうじゃない、はいはい、でそれ飲んだら、すごくこう、あの、飲み続けていくと、調子が良くなって、あの、カルビとか食べられるようになる。カルビ食べられ薬ってこと？だから、本来はそうなんだろうね、まだ。でもなんか。ああ、そういうこと？いや、まあいい。戻るというか。ストレスというか、なんか、その、あれなのよ、逆流性の食道炎。はいはい、胃腸炎、食道炎。あれね、良、うん、くないっていうもんね。そうそうそう。うん、だから、であって、普段がだから、なんだろう、あんまり、だから、本調子じゃないから、本調子ならば、この今の俺でもガンガンカルビいけるんだろうね。なるへそ、その年齢、まあ年齢もあるだろうけど、そもそもなんか、そのベストな状態じゃなくて。運動とかバーしてストレスとかなければ、胃がね。いけるんだろうね。なるへそ。ああ、じゃあ諦めなくていいってことだ、カルビ。まだね、やっぱそれで年齢のせいにして諦めた部分もあるな。だからすげえマジで落合くんにご迷惑をおかけしてんのが、ほら、あの、夜ご飯買ってきてくれんじゃない、はい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 、10時半ぐらいに。ね、ね、もうね、こんな情けないこと言いたくないけどね、スケロクズしかそうめんしか食べれないのよ。情けない。今からラジオの生放送2時間やるっていう、まあ、やっぱりね。そうそう。ドカーンとね、極分厚ステーキとか、ケーキ漬けにね、食べてほしいけどね。でもほら、31かぐらいから、このレギュラーやってるから、もう、吉野家さん、牛丼屋さんの、食べ続けてきたのに、もう、何年前だろうな。それこそ1、2年前かな。だから、調子のいい時は、今も牛丼食べてんの。それ、ずっかも気づくだろ、若林さん今日一応調子。あ、もうバロメーターになってんだ。それ見て、夜食見て、もうとろろそばか、そう盛岡冷麺か、じゃないの、もう食べれないのよ、もう悔しいよ俺も。いやいや、そうだね、運動して、ね、なんかしてこうストレスも、こうストレスが、もともとそういう食の人じゃないもんね。あ、俺そうね、それやっぱ肉とかも行くし。そういえばそうだよね。そうでしょ、なんか食が細いってイメージないもんね、やっぱり。
めちゃめちゃ食べてたよね、俺。いや、だからちょっとラーメンとか食べに行くのも勇気んのよ、今。ああ、そう、その後の収録で、胃もたれしてあんま調子出ないの嫌だなって思うから。いや、ちょっともうがっかりだね。だよな。うん、学生超楽でさ。え？うん、ガーメシ、うん、チャーハンかなんかばーっ食べてさ、うんうん、その、残ってる味噌ラーメンをね、うん、テーブル上に残った味噌ラーメンをズバーいってた若林さん見てるから、こっちは。俺だからそうだよな、うん、肉ニラ炒め食べてランニングバックでガンガンぶつかって走ってたんだもんな。その直後に部活やってよ。そう。うん、俺だから俺あの膝もさ、うん、靭帯が切れてるからさ、うんうんうん、あのすごい気使ってもらうじゃんスタッフに今。ああ、なんかちょっと動いたりする展開があったりとかしたらね。情けない本当に。であとなんか、うん、もう若い人と勝負するときに、うんうん、もう18だったら絶対負けてねえけどなと思うの。めちゃくちゃ悔しいよね。いやそうだね。それはもう、うん、スポーツ選手みんながね。そうね。もっともっとだろうけどね。でも。うん、すごいよな、スポーツ選手ってそれがあってそうなってくんだもんな。うん、だから、受け入れてってことでしょ？そのね、それを。まだ受け入れてる。山田ボディにさ、松竹芸能の山田ボディにあの、ストレッチやってもらってるんじゃない？やってます、週一で。あの、呼びつけてさ、塩の時にもう。俺、もう大御所だなと思うよ。山田ボディって松竹の芸人さんだけど、うん、ストレッチとかができたり、うん、マッサージとかできたりする。そうそう、 で、ね、俺の、あの、明日の足りない二人の膝のテーピングも山田ボディがしてくれたの。うん、膝テーピングでね、ガチガチに固めて、里光が真横いたわ。で、うん、こうやってポン、バンバンってこうやって足でこう踏み鳴らして、うん、はいはい、よし、これで何でもできる。だから何が起こるか分かんないじゃん。うん、山ちゃんとの漫才だから。うん、あ、これで何でもできるわ、つっていうのが、あの、パーテーション一枚の向こう側の山ちゃんに聞こえてて、俺をどうする気なんだろう、つって震えたっつって。漫才じゃないのって思ったんで。確かに怖いね、それだけ聞こえてきたら怖いわ。膝のテーピングした後ね。うん、めちゃくちゃされるんじゃないかと思うな。膝のテーピングなんてアメフト部の試合以来だったけど、うんうんうん、のとかも、うん、あって悔やで、うん、18の春日よりは、うん、やっぱパフォーマンス落ちてる、やっぱり。いやー、落ちてるんじゃないか、やっぱり。上がってんじゃないの。いや、上がっちゃないね。上がってないんだ、やっぱり。じゃあ体感としたら、その変わんないけど、やっぱり、そのエアロビの練習とかでもさ、なんか動画を撮ってくれるの、スマートフォン、はいはいはい、で。すぐその後にね、はいはいはい、見るんだけど、はいはいはい、遅いもんね。なんかその、体感よりも、こんな遅いかね、切り返しとかがって。18とかで自分の 見るじゃない、はいはいはい、アメフトのさ、試合のビデオとか。ビデオ。遅いとかあんま思わないじゃない。あ、思わない。むしろ早って思う。うん、なんか、早いっていうのもあるし、なんか想像通りで、あ、これぐらいのね、うん、できてないとこ、はいはいはい、あ、これぐらいの感じでできてない。あ、確かにそんな感じだなっていう。はいはいはい、やっぱズレがあるよね。あ、うん、だから、やっぱ衰えてるんだろうなって思う。体感と。こんぐらいできてるつもりが映像見ると、うん。うん、なんかバタバタしたりとかさ、全然足上がってなかったり。あ、うん、っていう体感とのズレ。まあでも、俺から見ても18の春日よりは落ちてるだろうな、そら、うん。遅い、なんか。早かったのな、もっとな。うん、プルアウトとかでもできない、今ね。あ、できないかな。歩ってやってたら。ああ。あんなんもう、全然できない。そういえば、うん、あの、ただのストレス解消でやってんだけど、ま、うん、っすぐだけ走っていいじゃん。ああ、はいはいはい。俺、膝の靭帯のことある、はいはいね。でさ、まっすぐだけ走っていいからさ、うんうん、あの、帰り道の途中にグラウンドがあるの。うん、そこで、うん、あの、40ヤードぐらいかな、うん、のダッシュを、まあ、4、5本、うんうん、あの、なんか、全速力で走れないじゃん、トレインスポッティング以外。トレインスポッティングのね、街以外。そうだね、うん。うん。で、なんかね、その、なんだろう、本来持ってる動物性、うんうん、をね、うん、解放させない、させない方に社会が行ってるだろ、うんうんうん、うん。だからなんか、その公園の中でしか全力ってことはできないから、確かに。一日一回全速力で走って、てるんですよ。へー、まあ、それももう 4,5 本よ。はいはいはい。うんうん、まあ、それでもね。まっすぐしか走っちゃいけないから。はいはいはい、まっすぐしか走ってないんだけど。この間さ、不思議な状況が起こってさ、うん、あの、俺、アメフトのボール車に積んでて、うんうん、アメフトのボールをポーンって投げて、うん、それを走って取りに行って、またポーンって投げてっていうのつまんないから走ってるだけだと。はいはいはい。ってやってて、うんうん、で、グラウンドに3人いたの。ほう。で、みんな1人なの。うん、で、
一人は、うん、だから一人はラグビーボール持って、うん、パス受けた感じ出して網に向かってパス投げてっていうのを一人で繰り返す、で真ん中は俺でアメフトのボール投げて、はいはいはい、一番右の人は、うん、ちょいおじさん、俺よりちょい年下ぐらいの人がラグビーボール持って一人でちょっと蹴って走って取ってとかやってんだけどさ、うんうんうん、その三人で何かやればいい、楕円形同士。そうだね。うん。で、俺ラグビー部だったからできるから、うん、その三人でね、うん、で、絶対トークになると思ったの。オードリーのオールナイトニッポン。はい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 。勇気出なかったね。声かけてれば。ポジションどこですか？僕もスクラムハーフやっててって三人でなって、うん、なんか、もし、俺がスクラムハーフ、ポジションがあるんだけど、スクラムハーフ、スタンドオフ、センターっていうね、はいはい、ボールが流れていくポジションだったら、うん、できるんだよ。パス回しが。パス回しが。できるんだ。3人で。あ、なんか勇気出なかったな。ああいうとこ、鶴瓶さんだったら行くんだろうな。行くだろうな。そこだよね。そこだよな。いや、わかるわかる。行けないよ。それはやっぱりラジオがよぎっても。いや、でもラジオよぎったの。でもなんか、もうね、昔だって、の俺だって 100% いけないけど、今ちょっといけるかも。お、うん、本当に。はいはいはい。すいません、つって。うん、もう同じぐらいの年だったらね。うん、自己紹介もちゃんとして、K ダッシュステージの。そっからうん。トーク作りたいんで。あ、もう全部言っちゃう、先に。したら協力してくれるんじゃないかな。それは関係ないんだけど、うん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 、とにかく、食べ物が、はいはい、魚しか食えなくなってきてる。その話につながるの、今のところかな。ごめんね、なんか。いやいやいや。前工場でもなんでもないんだけど。で、新橋で、うんうん、空き時間あって、うん、2時、うん、2時50分ぐらいだったの。うんうん、で、魚食べたいなと思って歩いてたの。ほうほう、空き時間に、はいはい。で、サンマの塩焼きの、うん、サンマの定食食べたいなと思って歩いてたら、うん、お魚専門の定食屋のお店があったの。いいね、ずーっと昔からやってるって、なんかこうな、なんかアジの定食。はいはいはい。もうありそうですね。ありそうですね。バーってこう。で、ランチは3時までって書いてあったから、うん、間に合うかな。ダメだったらまあいいかと思って、うんうんうん、すいません。まだ大丈夫ですか？大丈夫ですよ！おで、その時点で、4人テーブルに同じ会社の4人だろうね。うんうん、おじさん、はいはい、4人と、カウンターに女の人1人いたから、うん、で、店は狭い。うん、全部で44の3だとして11人ぐらいかな。あ、もう狭い、ね。テーブルが2個に、はいはいはい、カウンター3人みたいな、はいはいはい。で、魚専門でもね、居酒屋か。かな、うんうんうん、で、居酒屋で昼は魚だけの定食やってるのかな、ね、まあ、そういうのがありますよ。で、カウンターに通されて、うん、サンマのね、もちろん、塩焼きの定食を頼んだんですよ。はいはい、で、うん、そのぐらいで、うん、カウンターで食べてた女性の方と、うん、サラリーマン4人の方が出て行ったわけよ。なるへそ。うん、食べ終わってね。へいへい、うん、そしたら、うん、ね、なんかこう、がたいのいいね、威勢のいい感じのね、人と、なんかその、まあ、なんだろう、その人のイエスマンみたいな二人組が入ってきたんですよ。おぉ、新たに。うん、で、うんうん、まだ大丈夫って入ってきて、はいはい、で、常連さんなのかな、もうその時点でも3時とかだったんだけど、だからまだ大丈夫って。なるへそ。まだ大丈夫って言ったら、うん、あ、大丈夫ですよ店員さんが言って。うん、で、俺の後ろのテーブルの席に座って、忙しかったんだろうね、うん。まだその4人の食べ終わったテーブルのお皿とか、片してないのを一生懸命片してるんですよ。で、うんうん、ホール1人、うん、厨房1人って感じだと思う。厨房の中には入ってないけど。なるへそ。あんま大きくない店で。はいはい、で、うん、まあ、常連なんだろうね。常連なのか、うん、なんか系列店の偉い人なのか、ちょっとわかんないんだけど、話聞いてちょっとカスが判断して。どういうことですか？なんか、あ、まだ大丈夫、大丈夫ですよ、うん、で、待って、テーブル席座って、うんうんうん、手伝うよって言ったの。ああ、片付けよ。片付けよ。はいはいはい。で、いやーもう、そもないとんでもないですよ店員さんが。だからなんか、普段から、うん、かなり高い位置から上からの行く常連なんだろうね。とんでもないですよ。お前、そうもないです。大丈夫ですから。いやいや、うん、店の流れ見たいからさ。店
店の流れ見たい。その人が言うのよ、ね店の流れ見たいって何もう俺その時点で、うん、あのエアポッズ耳に入れてあの音を集めるやつに設定してさすがにもうトーク聞かなきゃいけないよ。店の流れ見たいからさ。もういくつぐらいですかそれは。30。あ結構若いね。8。ああ。38がたいよしみたいな。へ、うん、ほうほうほう。なんか肩幅が春日的な広さってなんか子供チャレンジが持って帰っちゃいそうな。いやいやそれは違う。この肩幅がみんな持って帰るわけじゃない。ああなんかちょっと体育会系みたいな感じ。とそのイエスマンは小さい。うん、でなんか。うんそう、なんかそういう人についてるイエスマンって感じだったね。はいはいはい。店の流れ見たいからさ、だから店の人なのかなって、常連でなんかめちゃくちゃいろんなこと手掛けて成功してるから、はいはいはい、アドバイスできる人なのかなみたいな。まだわかんないね。そのちょっと謎ではあるけどね。そう、それで一個のテーブルは皿が片付けて一生懸命で、うん、やめそうなんです、本当に。これ大丈夫ですから、はい、みたいな。店員さん、ね。めちゃくちゃ若い人ね、店員は。したら、あ店の流れ見たいからさ、とか言って勝手に手伝い出したの。ほう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 。で、なんか、うん、で、なんか厨房にも入ろうとするんだけど、ここ置いといていただければ、っていうのはなんかほら、今このご時世だからさ、なるへそ厨房に入るっていう、まあ。あと俺がサンマの塩焼き頼んでるから、そこで厨房へ入っていくってさ、うん、ないんだろうな。まあ、まあ、それもあるじゃん。うん、あんまりね、うんうんうん、お客さんだからね、うんうん、厨房までは勘弁してくださいみたいなことではあるんだろうね。そうそう、そう、そうだよね。どっちにしても。だから、常連だったらそうだよね。まあ、常連だったら、まあ、いいのか。まあ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 、まあ、うん、いや常連だったらさ、うん、厨房入れないよな。春日さんの言う通り。まあ、だって店の人だもん。あ、客だもんね。まあそうね。常連であってもね。うん、店の人だもんね。お客さんだからね。そうそう。だから、ここで入れていただければ僕やる。はいはいはい。でもガンガンが片付け手伝ってんだよ。おうおうそれで、うん、もう、そのテーブルが片足終わったら、一個は、片足、あの、なんだ、テーブルで、うん、お皿とおしぼりと割り箸がさ、あ、もうセットしてある。4人席にセットしてあるのよ。もう、その、そう、新規の。うん。で、それをさ、そのさ、常連なんだかわかんないんだけど、うん、それ見てさ、うん、これさ、何ランチ3時までだよねつって。はい、3時までです。って。うん、何予約入ってんのこの後来んのお客さん。つって。で、いや、夕方のオープンの用意を、先にしましたさ。これね、嫌だな本当に本当本当なのそれ。これ本当だ。嘘みたいな話だな。嘘みたいな。で、俺もうイヤポッツもめっちゃ集音できるようにして。でも、なんかの人だね。普通のお客さんじゃん。うん。ただのお客さんじゃないだろう、ね。じゃないのよ。新規の一元さんじゃないで、多分。仕事。初めて入ってきたお客さんじゃないと。かなり仕事できるような感じ。そっちか、常連。まだ二択か。うん。俺、うん、嫌だなって言ったの。うんうんうん、ダメですかね。いやなんだっていう感じなの。うんうん、これさ、ね、やるわ今がやるっつって、うん、動き、うん、やるわって言って、うん、したらお皿を4枚重ねて、うんうんうん、壁側に寄せて、うん、寄せたの、はい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 。で、お箸を4つ持って、うん、その皿の上に乗せて、はいはいはい、乗したの。うんこれさ、うん、なんで俺今これやったかわかる？って言ったの、その人。店員さんに？店員さんに。うん、そしたらもう無言の。クイズだ、クイズ。うん、俺なんで今こうしたかわかる？うん。じゃあ、無言の前。怖いね。いや、怖いね。あの、俺らの年になると、うん、なんでこうしたかわかるはなくなってきたね。そうだね。うん。若い時聞かれるよね。聞かれるね。クイズ出されるよね。なんでこうしたか分かんない。クイズ。どっちにしろ、怒られゴールのクイズ出されるよな。ゴールが必ず説教のクイズ。うん、クイズゴールは説教ね。やだ、絶対参加したくない。でも参加させられんねんな、あれ急に。書いてよ、俺。無視やりたい。クイズゴールは説教。どのタイプの説教になるかだけ。説教マナー講師とかね、来てもらって。これなんで俺今講師が変わるよって。したら、正解は、ご時世です。って言ったの。ご時世うん、で、ご時世ですかってなったの、店員さんは。じゃあ、これね、4つね、うん、テーブルに座るとこの前に並んでるとね、うん、店員が触ったってことになるじゃん。
なるへそ、触って並べたと、うん、割り箸もさ、お皿もさっつって、うん、でもさ、うん、寄せてやって束ねたらさ、うん、なんだろう、ベタベタは触ってない感じするよね。確かにね、うん、まあ、ワンタッチぐらいのね。そう、うん、今のご時世こっち正解なのよ。ご時世クイズだったか。ご時世クイズだったのよ。マナークイズだと思ってたわ。でも俺、そうなのかなって思いながら、もうでも振り向いて目あったら聞いてる、うん、そうだね、聞いてるのがバレるとかも分かる感覚は持ってそうなやつだったから。あー、うん、怖いね。聞いてないやつになってイヤホンして、うん、お昼のラジオを聞いてる感じを出してたわけよ俺は。なるほど、うん、あ、いいです、いいんじゃない。もともとはラジオ聞いてたんだけど、うん、もうすぐ切り替えてた、はいはいはい、で、うん、おしぼり今4だよね、あと4持ってきてって言ったの。そうだよ、そう、その常連加藤常連さんなのかな、エリア長かな。いや、そこの、うん、いや、どうだ、でも、ああ、でもそのパターンもあるか。うん。なるへそ。うん。まあまあ、でもまだわかんない。まあ何言って、結局、最後まではっきりしなかったの。ああ、何者かは。何者かは。うん、で、おしぼりは4つあんのに、4つ持ってきて、って言って。うん、4つの席だったら倍の8でいいわ。この、で、おしぼり、でもその時点でベタベタ触ってんだけどね。うん、うん、そうですね。まあまあね。で、それで、おしぼり8個束ねたの、ね、ナプキン、はいはいはい、汚れたら服が、はいはいはい、縦なんか筒みたいな刺さってる筒っていうかあるか、あるじゃん、そういうなんか刺さってるとか、うん、はいはいはい、そこの8枚のビニールに包まれた、うん、ビニールに入ってるおしぼり、紙おしぼりみたいな、紙おしぼり、紙おしぼり、はいはいはい、紙おしぼりを4枚さ、うん、8枚さ、うん、そのナプキンの前に刺したのよ。こうしとけば、うん、勝手に取るから、お客さんって、つって。なるへそ。うん。それで、触ってない感じ出るから、ご自身的に、うん。今こっちは正解って言ったの。うん。うん、それで、その後なんだけど、俺さ、前から思ってたんだけどさ、つって、頭なんかこう、顔っての、言っちゃおうかな、今日は、みたいな。おそれ店員さんに向けて話してる。話したの。いい、うん、もう一個、うん、前から思ってたことって。さ、店の雰囲気いいよ。つって、うん、この木目調のさ、うん、なんか、日本の和風のさ、うん、お店で、木目調、木目調、木目調、つって、壁を触ってくの。うんうん、木目調、木目調、木目調。それでさ、うん、これ、うん、ただの白屋なんだよね。なんか、棚があって、多分その棚には。うん、棚が白が嫌だってことね。うん。棚があって、うん、なんかこう、ああいう、なんか、何よ、なんか乗せて、イケアとかさ、うん、で買うようなさ、なんか収納みたいな。多分、狭い店だから、うん、飲みに来た人がバッグとか、上着はでもハンガーがあったから、なんかバッグ入れるのかな、なんか、まあ、服入れんのかな、うん、上着とか。はいはいはい。ちょっと上とか。なんかね、物を、でも、あった方がいいもんだと思うの、俺も。はいはいはい。うん。で、これね、木目調、木目調、木目調。で、この、棚白屋なんだよねーって言ったの。何者なんだろうな。まあ、お客さんかな。で、木目調のさ、うん、アンティークとかのさ、うん、お店行ったら売ってるからさ。だから揃えてほしいと。うん、木目だったら木目。そんな値段しないからさ、うん、大丈夫よ、みたいな。うん、まあまあまあ、言わんとしてることはわかるわ。そうそうそう、っていうことを知ってたら、うんうん、あ、俺の、うんうん、その、サンマの、はいはいはい、塩焼き定食が届いたんですよ。で、その間もね、なんかね、メニュー表のこと、うん、メニュー表を開いてね、うん、メニューのこととか言ってた。うん、ああ、この書き方とか、その何、うん、メニュー、そうそうそう、レイアウト的なこと。そうそう。それでなんか、一個嫌だったのが、俺、その日寒い日でダウン着てて、ダウンを着て履いて、これダウンどこにかけようかなと思って、うん、背もたれにかけようとしたら、うんうん、あ、この、すごい、店員さんめちゃめちゃいい人なのよ。ハンガーありますんで、って、壁に、はい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 、かけていただければって、ハンガーにかけてた時もさ、うんうんうん、俺は後ろで、なんだろう、きちらっと、と見ながら気配で言って、うん、俺のダウンをめっちゃ指さしながらさ、うん、これさ、前から思ってたけどさ、お客さんの上着さ、この幅でハンガーでかけたら重なるじゃん。
で俺のダウンを指さしてすげえ喋ってんのよ。俺の、うん、なんか嫌じゃない？嫌だね。俺のダウンが主役になってんの。うん、かわいそうだな。これさ、今さ、お客さん一人だからいいけどさ、って言ってんのがさ、うん、なんか嫌だよね。なんか悪いことなんか、ね、俺に承諾取るわけじゃないけど、なんかこれ、ま、さ、混んだら服重なるでしょつって、うんうんうん。今のご時世ダメよ。重なって服重なってダメ。そうか、その理論だ、そうだな。なんかね、ビニールに入れて、煙も出るから、はい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 、なんか入れるみたいにできないかなみたいなことを俺のダウンを主役にして指さして喋ってんのよ。俺のダウンがかわいそうだよな。かわいそう。さらされて。いたたまれなくなったと思うよ。で、来たんですよ、うん、あの塩焼きで、楽しみだからさ、うん、あのサマーが好きだから、うんうんうん、まあ食べ始めたら、うん、醤油、うん、あのね、うん、なんかね、ナプキンのところの横に、うん、あのポン酢が置いてあって、へいへい、で、薄口醤油って書いてある。色がめっちゃ薄い。うん、もうなんか麦茶みたいな、うんうん、麦茶より薄い色の瓶が2つ置いてあって、うん、あの、シンプルなプレーン醤油がないんですよ。うんうん、で、あれ？ほら、ランチだから置き忘れてるのかなと思って。はいはいはい。まあまあそういうのあるよ。他の席もこうやって見たの。そしたら全部その2つの瓶しかなくて、おかしいなと思ったらなんか、クリアファイルみたいのにメニューに挟まってて、うん、なんか大根おろしと魚の味そのものを味わってほしいから、うん、大根おろしとポン酢で食べるのがおすすめですと。はいはいはい、うん、醤油よりもねってことね。でも俺もうサンマ定食というか、うん、濃い醤油を大根おろしにかけて食べたいのよ、はいはいはい、濃い醤油を大根おろしに定食を頼んでるようなもんなのよ。サンマよりももうそっちの方行きたいぐらい。ぐらい。メインぐらいの。うん、もう絶対濃い醤油が好きで、はいはいはい、多分うちの奥さんも、はいはいはい、こいつ濃い醤油好きだなって思ってると思うよ。はいはい。まあまあ、そういう人それぞれ好みがあるからね。好みがあるでしょ。うん、それで行きたいっていうのは、それはね。まあ、そうそう。うん、それどうすんの？それないけど。で、うん、でも調理してる、でも俺も、あれ、俺もなんかそこおじさんなんだけど、調理してる、厨房にあるから、うんうん、それを、うん、もう、絶対あるじゃん、多分、絶対。まあ、醤油がないってことはないですよね。だよね。もう手には出てきてないけど。店員さん呼んじゃったらごめん。ああ、うん、無事に。で、あの、すみません、プレーンの普通の醤油ありますかって言ったら、はいはいはい、うちなくて。あ、ないんだ。なんか、あの、本当に美しい醤油だけなんですよ、つって。俺さ、それさ、うん、いろいろ、言ってっけどさ、常連かなんか知らない人が、うん、いや、プレーンな醤油、オッケーやと思って。まあまあね。それで、うん、お前が言ったんじゃねえだろうな、と思って。そのプレーンの醤油、その人お前が、うん、今、どこでもプレーンの醤油置いてるから、これもポン酢で勝負、ポン酢と薄口醤油だけど、その方が話題になるから、お前が言ってんじゃねえだろうな、お前がよと思って。変なとこ繋がったな。めっちゃ睨んで。で、その人たちもメニューなんか頼んでんの。はいはい、はい、うん。うん。で、俺、うん、それで、何が知りたかったって、うん、その人たちが帰った後の、うんうんうん、店員二人の会話がもうどうしても聞きたくなった。ああ、でも絶対するよね。絶対するじゃん。うん。だから俺めっちゃ、めっちゃ骨外すの苦戦してるふりしとか、なるぞ、めっちゃめちゃゆっくり食べて、うんうんうん、めちゃくちゃ何回も噛んでご飯を、うんうん。で、その人たちはバーって食べてさ、ほうほう、お会計を。よしよしよし。俺もそのぐらいで食べ終わって、うんうん、でその人が出るなり、うんうん、厨房から、うんうん、初めて厨房の人が、帰ったって。おぉいいね。で、店員さん、うん、厨房の人の方が立場が上っぽい。なるぞ。で、店員さんが、うん、あ、今、お帰りになりました。うんうん、言われたこと全部忘れていいから。素晴らしいね。一連いい時に出会わしたね。いい時にいたね。うん、なんか、どっかの店舗の、他の店舗の偉い人なのか、常連か、ちょっとよくわかんなかったけど、多分、厨房の人は、全部、忘れていいから、つって。
で、あの、うん、重ねた4枚のお皿も置き直してたのよ。いいね。あ何者なんだろう、それだけで謎はね。でも電子マネーが使えなくて、ね、それ常連のやつ言えやと思って。